Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the real image of Jesus himself, and I am sure you will see his real image at the end of this video. And moreover, very surprisingly, I have found that Lukashenko Lady knew this fact I show you here in this video, and he painted several paintings which suggest that Leonard or Jesus himself. ダ・ヴィンチは1500年後のイエスでしたで。そのことをミケランジョルと並んで、もう一人の画家、ルカ・シノレティも知っていました。そして、ルカ・シノレティは、その事実を自分の描いた絵画の中に、 証拠とししして残しましたつまりシニョレッティの描いた絵の中には得体の知れない老人が随所に現れます人間とは違った骨格を持った頭の禿げた老人です受胎告知の時もイエスが幼児の時もそしてイエスが処刑された後もですどれも同じ老人ですなぜかなぜかなぜか 私はまずここに着目しました。そしてその老人がダヴィンチの書いたジェローム、聖ジェロームですねと同じであることを私は発見しました。つまり、ルカ・シニュレティの書いた老人とダヴィンチの書いた老人は同じだったのです。その老人とダヴィンチ自身の顔は一致します。そのこともこのビデオの中で説明しますが、それだけではありません。ミケランジョラは 私がレプタリアンの群像と呼んでいる絵の中でダ・ヴィンチの顔を正確に模写しています頭には花冠をかぶっていますが同時に自分の右足の皮膚をベロッと剥いでいる点に注意してくださいそれもこの動画の中でお見せしますがミケランジェロはこういう形でダ・ヴィンチは人間ではなかったということを示しました こうした事実を並べていくとその向こうに巨大な謎が潜んでいるのがわかりますが同時にそれがこの謎の答えということになりますダ・ヴィンチは1500年後のイエスだったのですそしてそのイエスは4世紀前後に今度は聖ジェロームの姿でこの地球に現れますカトリック教会では Doctor of Church わる偉大な聖人と呼び、毎年その命日を追悼しています。三大聖人の中の一人です。ダヴィンチの書いた老人というのは、この聖ジェロームだったのです。そしてその顔は自分自身の顔でもありました。つまりこういう形で、ダヴィンチは聖ジェロームというのは、私自身,私自身だったんだよということを示したわけです。が一方、 ルカ・シニュレッティは同じ顔、同じ姿の老人をマリアの受胎告知、幼児のイエス、そして処刑後のイエスとともに書き込んでいます。つまり、こうした事実をつなげていくと、ルカ・シニュレッティの書いた老人はイエス自身ということになります。つまり、ルカ・シニュレッティの書いた老人はイエス自身だったのです。理由はわかりませんが、 ルカ・シノレティはその事実を知っていたということになります。そして自分の描いた絵の中にそれを表現したというわけです。順にそれを説明していきますので、動画を注意深くご覧になってください。となると、どれがイエスの真の姿であり顔であるか、もう皆さんお分かりですね。それを今日はしっかりと皆さんに見ていただきたいと思います。で、画面は今、 左が聖、まあえー、ジェロームですね。そして右がダビンチの書いた聖ジェロームです。左の、えー、図はですね、聖ジ,ジェロームとは書いてありませんけれども、シネオリティの解体です。この両者を比べてみますと、ひげのあるなし、髪の毛のね、ややふさふさしているとかいないとかという部分は違いますけれども、あとは同じですね。表現の仕方、コンセプト、そしてこの骨格ですね。特にあの首の下の骨の骨,骨格に注意してください。 そして、やはりこう、なんて言いますかね、えー、3D モデリングのまあ技法を使ったのか、あるいは時間差を置いてデータを取ったのかはしませんけども、ほんのわずかだけ動いているのがわかります。まあ、これはギリシャ彫刻ガンダーラ、他のね、もろもろのまあ諸々の、まあ、遺跡に残っている聖地な絵も同じ手法で描かれているのがわかります。まあ、ダヴィンチの絵は特にそうですけどもね、そしてまあこの部分を皆さんでしっかりと確認してください。そして左のシノレディの描いた、まあ、あのまあああの私はこれ、あの、えー これジェイ・ジェの書いてあるブです間違いまですね。ジェロームです。間違えました。ごめんなさい。セージェロームです。右もセージェロームですね。そして比べてみてください。でセージェロームは、右の,あのダヴィンチの書いたセージェロームはですね、下にライオンの影があの書いてありますからわかりますね。セージェロームはですね、ライオンの棘を抜いてあげて、まあ、ライオンを飼いならしたという、まあ、有名な逸話があります。ですから、まあ、この右の、えー、男性はセージェロームと考えているわけです。そしてその骨格はですね、ダヴィンチ自身が残した解剖図と比べてみるとですね、まあ 人間ではないといととうことが分かります首の付け根の下からですね、そして肩の端までざっとあの剣が伸びています。これはあの、えー、ダビッチの書いたモナリザもそうですね。そしてここの頸椎は13椎あります。えー、人間は7椎ですからね、それから肩甲骨の形も違いますね。で左はダビッチの書いたスケッチ画ですけども、まあ、このスケッチ画と比べていただくと分かりますように、やはりこうなっていますか、こ,のこうした骨はですね、人間にもあります。剣,にも,剣もありますが、しかし、まあ、得意な 大きさ太さになっているということですね。そして大きなクオベができて首のつけ根から肩のつけ根までなだらかな、まあ 異様な撫で方になななでででにっていいいいるととととううここすすね。ち人間は同じスケッチ画の中の流れの並びにです、ね、右のようなスケッチ画もあります。これはあの少し前にも紹介しましたが、この目に注目してください。左もよく見ますと、縦線1本だけの目ですけども、よくわかりません。しかし右の目も、右の目の方はよくわかります。ここに注意してください。縦線1本ですね。左の方は、ちょっとこう、 眼球がどこにあるかわからないような絵になっています。で、この,、まあ、この縦線一本の絵の、まあ、眼球の持ち主というのは、ミケランジョロがシスエナの礼拝堂に描いた、まあ女,まあ、女性ありませ人の中にもあります。右の、向かって右の、まあ、この人のですね、これはあの男性ですよねあの。そしてこの頭はですね、まあ、人間離れして、すなわち人間の髪の毛じゃありませんね。そしてこの、まあ、人の目を見てください。向かって左の目が縦線一本ですね。そして右の目がちょっとまあ、 ちょっと変わった目をしています。まあ、それ以上言いようがありませんが、そして反転していますと、同じように並んでいるのがわかります。なあち、まあダ、ダヴィンチもですね、ミケランジロも、こういう形で、ここに描かれている人は人間ではない。少なくとも人間ではないということを示したわけです。 まあ、これは余談ですけどもね。なあち、まあ、あのダヴィンチはですね、こういう形で、まあ、レプタリアンを表現していたということになります。で、もう一度比べてみてください。右が、システノの礼拝堂の天井画に描いたあ、ミケランジョロの絵です。まあ、システノの天井画の絵はですね、みんなこのような絵ですから、また私はそれを説明しましたので、また別のビデオをご覧になってください。 そういう,かこういう形でミケ、まあ、ミケランジョロは多分ですね、こういう形でダヴィンチをからかったんじゃないかと思います。まあ、ダヴィンチはミケランジョロを相手にしてませんでしたけれどもね、ミケランジョロは常にダヴィンチに果敢なくまあ挑戦していったということになります。まあ、これがですね、ミケランジョロの書いたレプタリアンの群像と私が読んでいるものです。まあ、これは弟子がですね、スケッチし、まあ、て残したものだというふうに言われています。原画は残っていないと言われますけど、この中に一文字でイボット、そして下に7502と書いてあります。イボットというのは、まあ、 イタリアの反対側のね、あの、ボスニアの言葉で生命、生きるとかという意味です。あれは生きているという意味も訳せるんだそうですけども、7502に注意してください。これはダヴィンチが死んだ67歳、5月2日ってことになるわけですね。なあち、ダヴィンチはこの日に合わせて自分が死んだことにしたわけです。 67歳、5月2日ということになるわけですね。しかし、その他の解釈の仕方もあるようですね。まあ、要するに、このイボット、すなわち、生命、すなわちダ、ダヴィンチはそうして自分の死の日を設定して、死んだことにしたというふうに考えられます。ダヴィンチは死ぬわけがありませんので、67歳の5月2日という数字に合うわけですね。ですから、5、2という数字をとって、そういったまあことを表現したというふうに考えられます。 そしてこの右にいるのがダヴィンチ自身なんですね。頭に花の冠をかぶっています。レオナルド自身です。左はレオナルド・ダヴィンチですね。まあ、この顔はあのダヴィンチ自身の実像と思われます。その顔をもじって右の中央のミケランジェロが花冠をかぶったダヴィンチの顔を描いたということになります。皆さんが持ってらっしゃるダヴィンチのあの像は虚像です。作られたまあ像ですね。 ま、巨像以上の、ま、巨像といいますか、作られた、混沌された、熱装された、ポートレートということになります。これがまあ、ま、ダヴィンチの実装ですね。そして、その顔と同じものを、ミケランジェロが、ま、レプタリアンの群像の中の,まあの、ま、右下とならち、ま、あの、中世ではですね、重要人物を左下、あるいは右下に書く習わしになっていたようですね。そして、このカナカンブルをかぶせて、これが、このレプタリアンの群像の中の蝶であることを示したわけです。まあ、これが、あのダ、ダヴィンチの実装ということになります。そして、この顔と一致するわけですね。まあ まそういうこともミケランジェロは知っていたということになりますね。そしてこの顔が1500年後のイエス・キリストということになるわけです。そして、まあ、あのダヴィンチもこの顔をです、ね、自分のまあ姿として描いていたということになります。逆に言いますとね、ダヴィンチの顔とまあこうした顔、あるいはその先ほどの、ね、あジェロームの顔と一致するということは自分自身がイエスであることを知っていた。そして同時にそのジェロームは私なんだよ、イエスは私なんだよということをダヴィンチは示したということになります。 で、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチの話を少し回り道をします。 で、今見ました、ね、左が、これが、レオナルド・ダヴィンチです。そして、右がですね、ダヴィンチが描いたと言われている、まあ、聖、ジェロームの顔ですね。そして、比較してみますと、全く同じなんですね。違いを探すことができません。傾きが違いますから、比較の仕方がやや難しいですけども、目の、あ右,右の下の小舟、ね、それから、出た方骨。これはあの、出た方骨はダヴィンチの特徴です。それから、ここに、まあ、小舟のようなものがあると。そしてあの、右の下にあの、耳の下にですね、小舟がありますね。そして、シワ。そして、このシワのコンセプトですね。同じですね。 で、顎がですね、割れて突き出てますね。そして、ここにくぼみがあって、というふうに調べていきます。違いを探すことができません。小さな小鼻そしてあの、あの中央がやや膨らんでますね。そして、大きな口。歯並びの悪い歯そして、歯の数が人間の数でも多いように見えます。鼻の先が2つに割れている点も一致します。目の目尻のぶあ筋も注意してください。そして、この細い。この細い眉毛はダヴィンチの特徴です。ここにイボがありますが、そのイボも一致します。皆さんも中部か、ここですね。中深くご覧ください。 ということを順に精査していきますと、今も言いましたように、違いを探すことはできません。すなわち、この両者は同じ人物のあち、左がダヴィンチ、右もダヴィンチということになるのです。これは林博士が発見しました。そして、この両者は同じである。そして、小さな耳、耳たぶのない小さな耳ですね。そういうところに注意してください。 まあこの耳,耳というかねあの、これは人間の耳と大変よく似てる、まあ、人間というか私たちの耳とよく似てるんで、まあ、よくここまで正確に書けたもんだなという,うに逆に驚きますけどもねあの、やや傾きが違いますから穴の位置がずれています。 そして、まあ、このダヴィンチの書いた、まあダ、ダヴィンチですよね。そして、右のダヴィンチの書いた、あこの、まあ、セ・ジェロームの顔は一致する。すなわち、セ・ジェロームはダヴィンチなんだよ。イコール、セ・ジェロームもイエス自身だったんだよ。ということを、ダヴィンチはこうして完成的に示したということになります。こうしてつながっていくわけですね。で、もう一度確認してください。 しつこここいでですす。けども、ここが特に今日の重要点、ま、たポイントです耳の下のコブ、これがダビンチの特徴ですから、あちこちで、まあ、ダビンチの,、ねまあ、あの絵をか描いたのを見たときには、あのこのこ耳の下のコブをちょっと手がかりになさるといいと思います。そして、眉毛の薄い、細い眉毛ですね。そして、ま、前も言いましたね、この右の下の目には、まあ、瞬膜といって、レプタリアン独特の目の膜があの下にありますね。この眼球があって、その下に瞬膜といって言われる、 いわゆるサメとかね、昆虫ーとか、ごめんなさい、爬虫類、それから犬、トカゲなどにありますが、この目地の様子も同じですね。そして、ここに小さなイボがあります。ここにも注意してください。イボのイボまで正確に書き込んです、同じ。これは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、絵ということになりますね。プリントアウトした絵ということになります。そして、長い花、中央が太ってあ膨らんでいます。向かって右の目は見にくいですけども、縦線一本のようにも見えますね。中意深くご覧ください。あの左の目ね。 本のようにも見えますが、それはまあはっきりしまませせん。ん。この絵でははっきりしませんそしそて、この顎のコンセプトですね。大きく前に突き出て。まあ、ということをこ今日ここでもう一度確認してください。ここが重要ですね。ということは、ダヴィンチ自身と聖ジェロームの顔は同じであるということになります。なあち、ダヴィンチはこういう形で、聖ジェロームというのは私のことだったんだよということを示しているわけですが、そのことを知っていた人がもう一人いたわけですね。それが冒頭に挙げました。いわゆる、 ルカ・シニレディです。シニレディはですね、逆に今度はですね、まあ、イエスの、まあ、受胎告知あ、マリアの受胎告知、からイエスの幼児,幼児の自衛、イエス、そしてイエスの処刑ごと、それぞれ、まあの絵の中にまだありますけどね、全部で、私が探した範囲では6枚ありましたけども、あの老人、君きっかいな老人の姿を書き込んでいるわけです。まあ、こうしてこの、まあ、老人を書き込んでですね、あのイエス、 よりもですね、その老人の方が主体なんだよ、主役なんだよ、ということを示したというふうに考えられるわけです。まあ、これがね、あの、死の例の書いた老,老人です。もう一個、ここの、えー、レプタリアンの群像を見てください。ここで皮を剥いでますね。ベロッと。これは服を脱いでるんじゃありませんよ。あの、皮を剥いでるところです。 そして、この、まあ、これ女性でね、これ、あの、一、一あるってことが分かりました。まあ、それについてのビデオをまた今度説明しますが、この女性になりますよね、女性はお尻の顔をペローと抜いています。透明の、まあ、シースルーのズボンってことじゃありませんよ。そして右がダヴィンチです。足の顔をペローと剥いでいますね。これはあの、靴下を履いてるんじゃありませんよ。チューブかご覧ください。これは足の顔、ペローと神秘を抜いてるんですよ、ダヴィンチが。なあち、メケランジュラはこういう形で、ダヴィンチはレプタリアンであることを示したわけです。そして、この花冠をかぶった男性は、えー ダヴィンチ自身ということになります。そして同じ絵をですね、同じコンセプトを持った絵をルカシノレディが描いています。えー、殻をベローンと抜いてますね。そしてこのお尻を見てください。薄い透明の膜を被っているように見えますね。これは膜ではなく、まあ、膜は膜なんですけども、要するに皮膚だ、神秘だということです。その説明は、まあ、あの、えー、眼窟の成分の中でも説明しましたので、またご覧になってください。 ラファエルも同じような手法であの、まああの、覚醒でこの神秘を書き込んでいます。で、検証していますが、もう一度これ見てください。えー、ルカシニ・ロリックの書いた老人誌、そしてダベンチの書いた老人、セ・ジェイコムですね。そして、まあ、これが、まあ、もう一度戻りますけども、 これがシニレイティですね。そしてその周りでは、レプタリアンたちが人間を大量に殺戮しています。最後の審判なんかじゃないですよ。こういう形でシニレイティは事実を書き残したんですね。そしてこの中には奇妙な老人が書かれています。いわゆる受、ま、胎、あ、告知の時の一番左が受胎告知ですね。そして、まあ、さ右の方が処刑後の受退告 老人ですとになりますね。そして同じように書いてあるってことはですね、全然年を取ってないんですね、この老人だけは奇妙なことに。ね、33年から4年の間があると思われるんですけども、全然年を取ってないっことになるわけです。右がダベンチの書いた老人です。もう一度しっかりとご覧ください。この首の下の三角形の大きなくぼみ、そして頭のコンセプト、それからこのお腹のへこんだ様子、足のか傾けてる様子、そしてこの手の,手の位置がややずれてますけども、足も、ね、ややずれてますけども、まあ、こういう形 してあずれてれいとうは向かってて右の方は折って腕を曲げてますからね、まあ、しかし同じだということは皆さん見て一、まあ、目してお分かりになると思いますしこれらの顔は、まあ比,較すまあ、比較しましたけども、まあ、比較するまでもなく同じ人物だということが分かります。では結論ということになります。いよいよ皆さんにイエスの真の顔をお見せいたします。 まあ、お分かりかと思いますけども、これがまあ数直線で並べていますね。で、もう一つこの数直線で見て、そして一番左が、まあ、キエイエス・キラシスが生まれた前後、中央が1000年、そして2000年と現在と続いているわけです。そしてこの、まあ、例年のをモデルにしてですね、シヌレティがこうした絵を残しています。受代告知そして幼児のイエ,スイエスの幼児期、そして初見後ですね、そして、えー、4世紀前後に戦闘、えー、ジョロームが生まれあ、生まれますね。生まれたというか活躍し 成人中の成人で、す。そしてそのことをダヴィンチとシノレディが表現しました。そしてダヴィンチはセント・ジェロームは、ね、自分だよということを示しました。同時にルナ・シノレディはこういう形ですね、左の上の絵の形でここ主役は老人の方なんだよということを示しました。まあ こうして話をつな、まあ、げてみますと、イエスは30歳以前の、ね、イエスは全く不明ですからね、それもそならずあの、30歳以前のイエスの物語っては全部作り話ですからね、イエスは誕生なんかしてませんのでね、要するにこういう形で、死、ま、の、あえー、レディは主役はこの老人の方だった、すなわち老人の方こそが真の主役、イエスだったということを示したわけです。で、そのことをダヴィンチがですね、えー ルネスンん記に、えー、セント・ジェローム、セージェロームを書き、それは私だったんだよ。そして、その老人というのは私のことなんだよ。すなわち、私がイエス・キリストなんだよということを、まあ、示したということになります。すなわち、もう、どれが皆さん、イエスの真の姿かは、もうお分かりですね。この、まあ、年表をしっかりとご覧になってください。えー、右のダヴィンチ、右上のダヴィンチ、そして左下のセント・ セイ・ジェロームですね。それからシシシのレディ。皆さんこれが真のイエスの顔ということになります。今から2000年前も、そして1500年前も、そして500年前もこの顔の神でした。そしてイエスは人間ではありませんでした。ということで今日のビデオ終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very strange man painted by Leonardo, a man who is supposed to be Saint Jerome, who died in 420, or Latin Christian priest, confessor, theologian, and historian who also became a doctor of the church. Jerome is recognized as a saint by the Roman Catholic Church, and he is commemorated on September the 30th every year with a memorial. This is, however, just a story created by Christians, and as a matter of fact, nobody knows who this man painted by Leonardo was and where he was from. The main conclusion in this video is that. 今日の物語はダヴィンチの書いた一人の男性についてのものです。キリスト教会側は聖ジェロームと説明しています。 420年の9月30日に亡くなった聖ジェロームです現在の今もローマンカトリックは毎年9月30日に聖ジェロームを偉大なファーザーと呼び追悼していますが、本当に聖ジェロームでしょうか？他の画家が描いた聖ジェロームと雰囲気は似ていますが、私はこの男性がダヴィンチ自身であると判断しました。 しかもこの男性は少なくとも人間ではありません骨格も人間のそれとは違いますしさらに決定的な証拠が見つかりましたそれについてはこのビデオの中でもう少し後に説明しますがその目がレプタリアンのそれそのものであることを私は発見しましたでまずこの聖ジェロームなる人物ですが称号をしてみるとダヴィンチ彼自身であることがわかります 左がダ・ヴィンチです。で、順に比較してみてください。部分的に称号していきますと、違いを探すことができません。照合が続きますが、ここが重要ですから、皆さん自身でどうか確認してください。というのも、このダ・ヴィンチの絵は大変よく知られた絵で、今までに何百人という研究者が研究してきた絵だからです。 さらにこの絵を見たことがある人となると世界中で100万人を下らないのではないでしょうかがそうした人たちですらこの絵の中の人物の奇妙な目には気がつきませんでした結論から先に言えば以前に私が指摘しましたようにこの男性の骨格は人間のそれではありませんダ・ヴィンチ自身が書き残したレプタリアンの 骨格図と一致しますが決定的とは言えませんでした見方によってはそのようにも見えるというふうに片付けられてきたようですがこの男性はレプタリアンでしたさらに今までの私林博の説を総合しますとこの男性はダ・ヴィンチ自身であり1500年後のイエスということになります これからその証拠をお見せしますが今画面では両者の称号を皆さんにご覧いただいています左がダ・ヴィンチの実像ですねそして中央がまあその男性の絵ということになりますまあレオナルドはこのようにですね両者を全く同じ人物として描いています いるということです。両者を比べてみてください。特にこの耳の下のコブですね。これがダヴィンチの特徴です。そして大きな頬骨ですね、えー。大きな頬骨が伸びています。そして鼻の頭がね、やはりこのダヴィンチの特徴だと思います。鋭い目つき、三拍眼。そして細い眉毛ですね。これもダヴィンチの特徴です。そしてこの目を見ていただきたんですけども、三拍眼ですね。そして まあこうして次々と一致していくわけです。で目尻のこの、まあ、コブといいますかね、ライン。それから、この吹き出物のようなねあの、ものがあるわけです。まあ、こうしたところが、あの特に目元のねあのコって、コブっていうかね、イボのようなものに注意してください。で、今度は反対側の目で見てみますが、まあ、こちらの方はちょっと見にくいんですけども、やはりこう細い眉毛、そして、まあ、鋭い目つきですね。 まあ違いがありませんね、あのー。もちろん見る方向、角度が違いますから、多少違って見えますけども、まあ、違いを探す方が難しいと。そして突き出た顎ですね。そして口、大きな口。そして歯並びが大変悪いですね。ところどころにこの白い歯が見えてますけども、歯の数も人間の歯の数よりも多いと思われます。左の図はですね、えー、ミケランジェロ自身が描いたレプタリアンの群像の中の絵と一致します。なあち、ミケランジェロは、 ダヴィンチの正体をしていた。すなわち、これがダヴィンチ自身であるという、まあ、ミケランジョロ自身がですね、その証人ということになります。そして、この鼻の中央は膨らんでますね。まあ、こうしたところがダヴィンチの特徴ですけども、要するに、この右の、まあ、男性はダヴィンチ自身だということです。そこをしっかりと確認してください。で、その上で話を続けます。で、この男性ですけども、いよいよその証拠をお見せしますが、えー この骨格を見ていただきたいんですね。で、この湾曲した骨格、そしてここにコブがある。これ、レプタリアン独特のコブですね。で、あば骨も、まあ、人間のそれとは違うと。それから特に、あの、ノードボトケの下からですね、向かって左側の腕に伸びている奇妙な剣ですね。そこに注意してください。この剣は人間にはないものですね。そして、この目なんですね、問題は。この目の中に、この男性がレプタリアンであるという証拠が出てきました。 この目を注意深く見てください。ここが今日のポイントということになります。目の中、目尻とそれからその目の上にです、ね、もう一,一枚こうあ下まぶたがあるの分かりますかそしてその向こうに目が見えていますね。今この矢印で囲んだところがその目の中の目ということになります。これがまあ今日のポイントですね。そしてこれが まあこの男性がレプタリアンだという証拠になるわけですまあ、決定的な証拠ですねまあ、そのようにも見えるという絵ではありませんね皆さん自身で確認してくださいもう一度見てみます目の中に目がありますね下がトカゲの目です でトカも、トカゲはですね、目の中にもう一,一枚、まあ、人間にはない膜といいますかあ、ありますね。目の中に目があるわけです。それが上の人間の中に表現されているということです。そしてその境目がですね、注意深くご覧くださいよ。ブツブツブツっとこう、点々になっているの分かりますか上の絵はそこまで正確に描いて、すなわちこれは絵ではなくて、写真から起こした、まあ、 CD、何、まあ、て言うんですかね、絵だということですね。写真から作った絵だということです。このトカゲの絵をもう一度見てください。その目の中の目の膜の境目に点々が見えますね。そして左がレオナルドであり、それと同じ人物が右の人物だということになります。そして右の人物の目の中にはもう一枚の目があるということになるわけですね。その目はトカゲの目と同じだということです。なあち、右のこの男性はですね、ただの老人ではなくて、 もちろん人間でもなくて、いわゆるレプタリアンだということになるわけです。そしてその顔は、レオナルド・ダ・ヴィンチの顔と一致するということです。もう一度確認してください。矢印で皆さんにお見せします。この目の中に目がありますね。これはあの下まぶたではありませんよ。あの向かって左側の付け根のところを見てくださいね。目尻に届いてませんね。そして今ちょっと絵にしてみましたけど、わかりやすくしてみましたけども、こうした目をしているということなんです。 そしてその目はレプタリアン、すなわちトカゲの目だということですよね。トカゲにはこうした膜があるわけです。でそれをダヴィンチは表現した。すなわちこれはダヴィンチ自身であり、そして1500年後のイエス自身だということになります。まあ、こうしてあのダヴィンチの像が作られるこれは元のリアルイメージですね。そしてこのイメージと今お見せしました、ジェローム、聖ジェロームと言われている老人と 一致するとそしてその顔からこのダヴィンチの虚像ですね。2D モデリングとか、ね、3D モデリング方式によって捏造されたダヴィンチの虚像ということになります。まあ、続くビデオの中では目の中の目ということを説明します。レプタリアンはみんな共通して目の中に目を持っていましたという話です。どうかお楽しみください。And bye! Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history, hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I like to explain about it. And how I have found another history of Jesus Christ. First, I'd like you to watch carefully his right arm of a man in pieta, a man with several strange bumps, which is said to be created by Michelangelo Buonarroti in the Renaissance. The same bumps are there on a man's left arm, right down in a sketch sketched in the Battle of Cascina which was also said to be sketched by Michelangelo Branotti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pietà. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as the man in the Battle of Cascina. Which means that these three men are the same one single man, or Jesus Christ. Today's story starts from here, and please remember that Saint Jerome, painted by Leonardo, bears the closest resemblance with these three men. Each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that. Saint Jerome, painted by Leonardo, is also Jesus Christ. Then you see two Jesus Christ, or the younger one and the older one. Then I have come to a conclusion that the younger one is Jesus Christ of 2000 years ago and the older one is Jesus Christ after 1500 years. In the Renaissance. ピエータ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。ピエータ像のイエスと カッッシナの絵の中のののの絵中中男男と、そしして、てダ・ンチチスケッチの中の男が、こうして繋がりましたつまりこれら3人は皆1人の人物イエス・キリストということになりますさらにダメ押しをするならカッシナの戦いの中のその男は頭に花の冠をかぶっていますつまりこの群像の中の王であることを示していますでさらにダヴィンチが書いたセント・ジェロームを見てください老人ですこの男性と ダヴィンチの描いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまりセント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで2人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス、そして年老いたイエスはそれから1500年後、つまりルネッサンスに現れた年老いたイエスということになります。広しはやし、 hamamatsu, japan. now you see these three men are jesus christ and you see another jesus christ here on the left side. jesus christ with a woman whose appearance is very queer. so uh, let's compare these two men with each other. then you know that there are no difference between them which indicate the man on the left side is also Jesus Christ so be patient to compare them with sharp eyes and white mouth and a very strange bump and also very sharpened chin, small nose, and a mouth, a small mouth here, and a small bump here, and small, they've got small ears, and very strange nose, probably they got a very light color uh, blue eyes. So these two men are the same one single uh, Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago. So we know two uh, Jesus Christ. One is older and another one is younger. So back again to this sketch. This sketch was created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. There are a man or woman on the right side has got a very strange head elongated with elongated skull. and the man on the right side has got a very strange hat and under a cheek, chin then This man has got a sort of life support equipment, I suppose, under chin equipment to support he his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a, a breast, but I think he's a man. Anyway, uh, he's got a scar, I think. Uh, which is very similar to that one uh, unearthed in parkas Pelu, so I think this man is from Mars who helped or assisted Jesus Christ of two thousand years ago, so both are the same with a very queer face so. I'm sure Jesus Christ of 2,000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Nevsky Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone-head man with elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on your left side. Let make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin you see a very strange equipment which seems to be a life support equipment i suppose what do you think this is anyway and also this man has got a very strange sort of equipment or sacked neck i don't know which is which one is correct anyway he has he seems to have a very strange Neck thirty-two. true. So, these three probably have got a very, very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on earth without this equipment or. What do you think this is? And I talk about a little bit about a uh, proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost two years ago. I would like to talk a little bit about Holy Shroud found in Florence. This holy shroud was discovered a short time ago, and this they say this is Jesus Christ. this is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese something something probably translated from the English one on Wikipedia, and this is. Michelangelo Belonuti, and this is Pietà. Pietà has got a very uh, sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange uh, arm with uh, bumps, uh, which are very similar to th those bumps uh, created on um, in the sketch in the Battle of Cascina, but also P uh, Jesus Christ has. And Peter has uh, also, very strangely, has got a very close resemblance with the uh, uh, Holy Man and Holy Shroud. So, this is another point, important point for today's video. So, just compare them with each other. Jesus Christ on the left side is Jesus Christ, in Peter, and. Jesus Christ on your right side is Jesus Christ from Holy Shroud So you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo, so I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for G uh, Jesus Christ. and this is a sort of proxy, is that all right to say that sort of a di sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ two thousand years ago. So there were used to be uh, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ. Another one is proxy uh, Jesus Christ. And proxy uh, Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ two thousand years ago. I have got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Sinoridi Luca Shinoredi. So, anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see uh, Jesus Christ of 2000 years ago, younger one, younger one. and. This is uh, Saint Jerome uh, painted by Bellocchio. Bellocchio was also a, a puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ. And these artists worked as an as obedient servant to real Jesus Christ. So I say uh, puppet artists. Cinoredi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raffaello. These artists did not produce any paintings and uh, sculptures, or a little bit they could do that, but the these masterpieces were created by the real uh, Jesus Christ of to fifteen hundred years later in the Renaissance. This is my conclusion I have come to I have come to uh, Thank you very much for watching and please watch following videos for more information. Bye for now. leonardo and michelangelo fictitious artists created by jesus christ after 1500 years here in this video i would like to explain that leonardo and michelangelo in the renaissance were a sort of puppet artists who worked for jesus christ after 1500 years i however know how you may think about me when i claim so I say here again that both an artist whose name was Leonardo and an artist whose name was Michelangelo were puppet artists who worked for Jesus Christ. After fifteen hundred years, here is evidence to prove it. Kami ミケランジョロと呼ばれた芸術家たちが1500年後のイエスの陰謀によって作られた架空の芸術家であると私が言ったらあなたは私がそれを説明する前に私のことを頭のおかしい人間と思うことでしょうよく分かっていますつまりダヴィンチ・ミケランジョロなる芸術家は存在しなかったとあるいは板としても形だけ実際の作品は1500年後のイエスが 別のところで作り上げていたと。私がこれから皆さんに話すことは、あなたが信じようが信じまいが、この私にとってもあまりにも信じがたいことなのです。が、私、林博は次のように主張します。ダ・ヴィンチあるいはミケランジョロと呼ばれた男は、言うなれば1500年後のイエスに操られた、言うなれば操り人形であったと。つまり、芸術家ダ・ヴィンチ、そしてミケランジョロは、 存在しなかった今日はダ・ヴィンチとミケランジェロが書いたとされる絵画を解釈しながら共通のアジェンダつまり基本的な姿勢を探ることによってその謎を深く考えてみます。広これはミケランジェロが彫刻したペータ像です。このののペータ像のマドンナの向かって左側 マドンナの右手に注注意意してくくくだだささい。い。右手を注意深くご覧くださいマドンナの右手の中指と薬指がくっついているのがわかります。中指と薬指です。これはイルミナティもしくはイエズス会の独特のジェスチャーということになります。この情報はニコ・ジロルド・エル・モネスさんからいただきました。 ニコ・ジロールド・エルモネスさんによればです、ね、この彫刻だけでミケランジョロはです、ね、がです、ね、イルミナティーもしくはイエズス会のメンバーであったことがわかると。で、検証してみることにしました。これがマドンナの右手ですで。調べてみますと、確かにイエズス会のメンバーたちは同じようなジェスチャーをしていることが分かりました。中指と薬指をくっつけています。 まあこ,れこういう形です、ね、イエズス会のメンバーたちは私はイエズス会のメンバーであることをまあ示したということになります。フランシスコ・ダヴィエルもやはり中指と薬指をくっつけているのが分かります。ちょっと分かりにくいかなというところですけども、まあ、くっつけていると判断します。まあ、こののような形ででイエズス会メンバーたちはですね、 まあ自分たちのまあ存在を示したということになりますが、時代が合わないんですね。ミケランジェロがピエタ像を完成したのは1499年、そして、えー、イエズス会がまあ設立されたのは1534年ですから、間に35年という年月があります。ですから、こうしたジェスチャーがです、ね、イエズス会に先立ってすでにあったとも考えられますが、まあ、それは今回は除外して考えます。でイエズス会というのはもともとはです、ね、イエスの仲間という意味だそうですね。イエスの仲間、ここが重要ですね。 マリアの仲間ではなくてイエスの仲間ということになります。で、神々のアジェンダについて考えてみます。まず、ミケランジョロについてですけども、ミケランジョロはシスティーナの礼拝堂の天井画を描いています。で、一応、ウィキペディアなどによればですね、ミケランジョロは敬虔なカトリックであったと書いてあります。 そんなはずありません。例えばこれは、ノアと三人の息子の絵ですけども、ここで殺しているのは羊です。喉を裂いてますね。経験なクリスチャンだったら羊を咲くようなことはしないんです。その代わりに、牛を左に描いています。牛はミトラ教のシンボルです。そして三人の息子のうちの一人は背中にヒレがあります。中部深くご覧ください。ヒレがありますね。なあ、このような形で、ミケランジローは、えー、ノアと三人息子たちが人間ではなかったということを示したわけです。ヒレがあります。 十分かご覧くださいで、えー、このノアが料理しているのは人間ということになります。これも隠し絵、騙し絵の手法です。髪の毛が上に伸びているというふうに表しているわけですね。なわち人間を料理しているということを示しているわけです。経験なクリスチャンであったら、えー、ミケランジョなんですよ。こんな絵は描かなかったと思います。この人もですね、えー 日本のある美術家は絶世の美女と表現していますけれども、えー、男性の乳首を持っています。この角度であれば、女性の胸はこのように見えるはずです。ガスの胸がないす。すなわち、えー、こういう形で茶化しているわけです。これはリビアの御女と女という意味になっていますけれども、ね、そしてこの目を見てください。一本の、一本だ線が一本だけの、いわゆる、まあ、レプタリアンの目です。そして、えー、不気味なのはこの絵なんですね。 一見、華やかで綺麗な絵に見えますけれども、向かって右,の右側のこの女性の背中を見てください。背中から奇妙なものは吹き出しています。これは何かということですね。まあ、ぞっとしますね。そして、この人もそうなんです。一見しますと、何かの台の上に座っているように見えますけれども、この人はですね、折れた骨の上に座っています。骨髄液が外に流れ出ています。 まあこのような形で、ミケランジェロは自分の思想を織り込んだというわけです。そして、この周辺に書かれている人たちはですね、みんな女性の顔をしてるんですけども、ついてるものはついてるんですね。優しい顔をしてますけども、男性だということですね。そして、この人もそうなんですね。一見顔だけ見ますと、綺麗な女性に見えますけども、背中にはヒレがあります。後でそれを紹介します。そして、この、えー、上の、まあ、一応カトリックですから、羊ということになるんですけども、これは羊ではありませんね。 羊の顔ではありませんで。この顔とバフォメットのシンボルマークと比べてみます、まあカトリック教徒。カトリック教会側ではですね、バフォメットを悪魔、大悪魔と位置づけています。それはカトリック教,徒教会側の見解ということになります。カトリック教会側では大悪魔と位置づけて、まあ、このバフォメットを まあ排斥してるわけですねしかし、ミケランジェロはどういうわけか、シティーナの礼拝堂の天井画の中に、このバフォメットを描いたということになります。一見白いですから、羊に見えますけども、これはバフォメットということになるわけですね。今、下にバフォメットの絵を見せていますけども、すなわち、まあ、このような形でですねカトリック教会側はですね、えー、大サタンというふうに位置づけて、まあ、こういうまあイメージをですね捏造したということになります。 それをミケランジェロは死生の礼拝堂の天井画に描いたということになります。で、パフォメットということは、まあ、これはあくまでもカトリック教会側の見解ですけども、大悪魔であるというふうに書いてありますね。悪魔の一人と、そういうふうになるわけですね。ヤギの頭を持った悪魔であると、そういうふうに書いてあるわけです。が、しかし、ミケランジェロはどういうわけか、その大悪魔を死生の礼拝堂の天井に描いたということになります。 同じようなことをレオナルド・ダ・ヴィンチもしています。皆さんご存知の岩窟の聖母です。いろいろな説明がされていますけれども、まあ、皆さんがご存知ないことをここで皆さんにお見せします。この足のところを見ていただきたいと思いますけど、この右の、前、これ、人ですね、女性でありませんよ、3本指であることに注意してください。 で、下から数えて4方面のところの白いですね。これは隠し絵騙し絵なんです。葉っぱの色と同じところで今見せましたの注意してください。なあち、葉っぱで隠しながら、この人は3本指であることを示しています。なあち、向かって右側にいるこれ、この人は、まあ、一応ガブリエルということになってますけどもね。ガブリエルではありません。で、この3本指の、えー、人がですね、えー、まあリリトですけどもね、これはあのー、3本指です。 このような形でダヴィンチはダヴィンチでですね、えー、なんて言いますか、えー、まあ、痛にカトリックを批判しているということになります。ここでアジェンダが一致するわけですね。で、えー、受胎告知の中でもやはり同じような3本指の足が描かれています。このフクロウの形をした置物の下を見てください。 この下に3本指の指が足が出てますね。こ,れこういう形でダビンチは、この受胎告知の中にいる右の人はですね、マリアは魔女であることを示しています。これもダムシェ、隠しの手法です。で、2人を足してですね、1人の魔女、すなわちマリであることを示しているわけですね。 でやはり3本指だとということですね。中央はですね、まあ、以前紹介しましたけど、シニョレリも同じ絵を描いています。ちょっと見にくいかもしれませんが、3本指の人を描いています。そして下がダヴィンチですで。レオナルドはレオナルドで、このような形で自分の思想というものを自分の絵の中に織り込んだということになります。この手法といいますか、中身といいますかコ、コンセプトはミケラジローと一致するということです。 でもう一つこの、まあ、今お見せしましたガブリエといった女性ですけど、見ていただきたいんですけども、これと同じ女性の顔が、いわゆるまあシスティーナの礼拝堂の天井画としても描かれています。この人も男性ですね。前左右に周辺に描かれている人はみんな女顔,女顔で男性ですから、この人はあるものが見えませんけども、女性と男性と判断します。まあ、これは同じ人ということになるわけですね。角度が違いますから、判断しにくいんですけども、左が まあ、ダ・ビンチ・ミ,ンがミケランジローということになります。しかし、この人は背中にひれがあります。中部からご覧ください。ここにひれがありますね。すなわち、こういう形でミケランジローは,こ,れはこの人は人間ではないということを示しました。ひれですね。 まあこうした絵がですね、私生な礼拝堂の天井画にはざらざらと描いてあるということです。言い換えますと、ミケランジェロは痛烈に、えー、カトリックを批判したということになります。一方、ダヴィンチはダヴィンチで痛烈にカトリックを批判したということになります。この両者のコンセプトといいますかね、カトリックに対する考え方がこう,してこういう形で一致するということです。そして右の、まあ、人はですね、薄い膜をかぶっていますね。 えー、こ,れをこの手法はあちこちで使われています。糸車の整子でもまた、西安と整子の絵の中でも同じように使われています。すなわち、顔を剥ぐ、えー、人たちの味、すなわち少なくとも人間ではないということをになります。で、岩窟の成母に戻りますけれども、岩窟の成母の中に、やはりこの向かって右側の、今、ガブリエルって言った人ですこの人はあの男性なんですよ。あ顔に騙されちゃダメですよ。よ、ま、っ、あ、てこの姿勢がおかしいわけですね。 大きくあのなんてますか前に倒れている感じですけども、かろうじてこの姿勢で体を支えられるかなと思うんですけども、でもしそうであるまあこの人の左手であの重心を支えることになりますけども、この人の左手はいわゆる、まあ、ヨハネと言われている子供の背中に軽く触れている程度ですね。ですから、この人は、まあ、このような大蛇のような体を持っていたと林宏は判断しました。なわちラミアということになるわけですね。ギリシャ神話でいうラミアです。 大事だですね、となると、こういうことであれば、重心を支えることができるということになります。このような形で、ミケランジェロとダヴィンチのコンセプトが一致するということです。ここがおかしいということですね。わかりますか、えー、で、ミケランジェロもダヴィンチも、えー、何度も説明してきましたけども、人間には不可能と思われていますか人間には不可能な方法で彫刻、あるいは絵を描いたりしています。彫刻を彫ったり、絵を描いたりしています。 まあ、実際にこうした、まあ、魔女というものが存在したというふうに、まあ、言われているわけですね。となりますと、リオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジョロ・ボラルティのいわゆる、まあ、基本的な、まあ、姿勢が同じであるということになります。で、もう一度確認していただきたいんですけども、これが左がダ・ヴィンチ、右がミケランジョロということになります。そして同じように、なん,なんとかになってますかね3本足、3本足があるように見えるの分かりますか で右の方はですは、ね、組み合わせによって3通り考えられるわけですね。1通り、これは2通り。もう一つはその折れた足と一番右の足ということになるわけですけどもね。まあ、一応ここで2通りを示しました。でその足がです、ね、先ほど言いましたように折れて中から骨髄液が出ている。極めて残酷な枝ということですね。まあ、こういう形で、メケランジェロは繰り返しになりますけども、カトリックを批判したとで。左のダヴィンチの方もやはり3本足に見えますね。一見すると。 そして、1本の足が先ほど言ったように、絨毯の下から、ですねちょろんと3本指の足が出ているということになります。まあ、こういう形で、共にですね共にカトリックを痛烈に批判したということですね。そして、この右の、えー、ミケランジョロの絵の裏後ろにはですね首のない人間がいて、一見すると男性のように見えますけども、まあ、別にですねこのように悪魔の絵が描いてあるわけです。でこれをぐ、まあ、偶然と言いますかね、あ ととといいうううかどうかどことなんですねさらに、えー、不思議なことにですね。この両方の、えー、衣服の色使いが全く同じだということです。赤い衣服ですね。まあ、色はあの長い年月の中で、えー、変色するということもありますけども、基本的なカラーは同じなんですね。で、これも偶然なのか。となりますと、えーまあ、右の方がです、ね、後に、えー、書かれたということになりますから、ミケランジョロがダヴィンチの絵を真似して描いたときに、まあ、解釈できますけども、 本当にそうでしょうかということになるわけですね。あるいは、一人の誰かによって描かれたのではないかということになっていくわけです。このように、まあ、コンセプトも同じになってきますね。絵の描き方、色の使い方も全く同じだということです。そして、右の方を見ていただくと分かりますように、金、えー、キラキンのです、ね、金の衣服を着ているようですけども、えー、肘から下はですね、毛のようなものが生えています。そして、繰り返しになりますけど、この人は一見すると女性なんですけども、ついているものはついていると。 でこの人も一見すると、えー、女性なんですけども、ついているものがついていると。まあ、こういうふうにち、まあまあ、グハグなんですね。で、そういった観点で見ますと、右の人はですねこれは女性とは言えませんね。女性の服を着ているから女性というふうに考えてはいけませんね。その証拠にこの人はですね胸が平らです。フラットです。で、結論ということになりますが、えー、今まで見てきましたように、ミケランジェロとダ・ヴィンチの、まあ、それぞれの作品がある,ある,あるわけですね。 私たちはこれをミケランジェロが作ったり、まあ、描いたりしたものだというふうに解釈しています。そして一方、ダヴィンチの方もですね、まあ、こうした絵をですね、ダヴィンチが描いたものだというふうにまあ解釈しているわけです。ところが、共通点があまりにも多すぎるわけですね。そしてお互いに同じに、まあ、誰かによって作られたとしか考えられないような共通点があるということです。 となりますと、これは二人は実はパペット、すなわち操り人形という説がこれでまた一つ裏付けられたことになります。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、ではその上で誰がこれは二人の画家を操っていたかとなりますと、1500年後のイエスということになります。人間には描けるはずもない絵、い人間には惚れるはずもない彫刻で、まあ、作っていたのはこの人ということになります。1500年後のイエスということになります。まあ、この人がです、ね、こうした絵を描いたり、 あるいはこうした彫刻を作ったりして、そして、えー、一方で、レオナルド・ダ・ヴィンチという人間と、それからミケランジェロ・ブランドという人間を操ってですね、そして、まあ、人間社会と接触を保っていったということになります。なじち、レオナルド・ダ・ヴィンチもこれは人形であった。それからミケランジェロも人形であったということになるわけです。まあ、コンセプト、なわち、まあ、基本的なアジェンダの世界からもですね、 これら両者は結局は同じコンセプトを持った作品を作っていたということになります。当然、対立するのはマリア、イュターラ率いるローマンカトリックということになります。どういうわけだか、当初はです、ね、イエスとマリアが組んでキリスト教を立ち会えるわけですけども、えー、どこかで、まあ、歯車が狂ったんでしょうね。で1500年という年月の後に二、ねえー、人の間は決別してしまったということになるわけです。で 最初の話に戻りますけれども、マリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついてますね。そしてこれは、イルミナティと、あるいはイエズス会イのシ,、まあ、シンボル的なジェスチャーということになるんですけれども、イエズス会は今回は話を外しましたとなりますと、イルミナティのシンボルということになります。現在はですね、この中指と薬指をくっつけて、中へ折り曲げるという方法で、で,ですね、自らの立場を示しています。 でそしてですね、この極みつけは、このバフォメットの像ですね。で、これはあのバフォメットは繰り返しになりますけども、カトリック教会側から見れば、大悪魔ということになるわけですね。それはどんな宗教団体でもそうですけども、自分と対立する立場にある宗教団体を悪魔と位置づけますね。それは日本でも外国でも同じなんですね。 でそれをミケランジェロが私生の礼拝堂の中に堂々と書き込んだということになります。一見すると白い羊に見えますけども、これは羊ではなくてヤギだということになります。そしてこれが、えー、マラヌスの手ということになります。薬指と中指を折り曲げています。これはイルミナティの独特のジェスチャーです。まあ、歴代ののたちもこ 一見するとですね、イルミナリティのシンボル的なジェスチャーをしていることになりますけど、ただですね、現在その形が広く伝わってですね、いわゆる V サインの代わりとしても使われ,て使われることもあるそうですから、このジェスチャーを持ってですね、すぐ,すぐこれらの人たちがイルミナリティと判断することはできませんが、もともとはイルミナリティのシンボル的なジェスチャーであったことは事実です。まあこういう。 形で、まあ、イルミナティのシンボル的なジェスチャーが今に残っているということですね。もちろん今言いましたように V サインの代わりとしても使われることもあるそうですから必ずしも、えー、イルミナティのメンバーということにはならないのかもしれません。そこはどうか誤解になさられてくださいね。で、続くビデオの中でルネ、えー、サンスの芸術家たちは 1500年後のイエスの操り人形であったという話をします。まあ、これも一つの傍聴ということになるわけですね。ねニコ・ジロールド・エルモネッサン、どうもありがとうございました。Bye for now Two paintings were commissioned From Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti by Piero Stoderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salon dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict the Battle of Angari by Leonardo. And the Battle of Cascina by Michelangelo. This fact indicates that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. Florence's politician Piero Soderini, two painters, Leonardo da Vinci and Michelangelo Brannati, 2枚の壁画を描くように依頼しましまた。それら2枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエセント宮殿の壁画として飾られる予定でしたダ・ヴィンチはアンギャリの戦いまたミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼されこれら2人の画家はそれぞれ正確なスケッチを描き残しました がここで重要なことは二人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けた時には当然のことながらまだ二人の画家は生きていたということです特にミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いた時にはダ・ヴィンチはまだ生きていたということですここが重要ですミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に 775027という数字を隠し文字の形で書き込みました。キリスト教会用語で77はイエス、50は復活、そして27は聖書を意味します。つまり聖書によりイエスは復活したと。で、ここが重要です。その775027の数字の中からダヴィンチは とという数字をを抜き出し、ししそれを自分の死亡日とあらかじめしました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっていますがその死亡日はつまり「聖書によりイエスは復活した」という数字の中から取った3つの数字によってあらかじめ捏造された死亡日だったのです つまりダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにして、この世を去ったということになります。さらに言えば、この死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ捏造されたものであり、従ってダヴィンチはその日には死んでいないということになります。もっとわかりやすく言えばダ、ダヴィンチは まだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになりますさらに言えばミケランジョロはダヴィンチの正体を知っていましたつまりダヴィンチは1500年後のイエス自身であったわけです775027つまり聖書により イエスは復活したというのはそういう意味です。だからカッシナの戦いの中でミケランジェロは王冠をかぶったイエスを表現しました。つまり王の中の王という意味です。カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと吐いているのがダヴィンチつまり1500年後のイエスということに なります一方ダ・ヴィンチはアンギャリーの戦いの中でやはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しましたイエスは死んだと言わんばかりの絵ですその手の甲には聖痕がついています注意深くご覧くださいつまりこうして 私は死ぬあるいは死んだとがこれら2枚の絵画がチン戦闘セント宮殿の壁の両側を飾っていたとしたらどうなっていたことでしょうかが当時の2人の関係を知ればそういうことはありえませんでしたそのありえないことがそのチン戦闘セント宮殿で起きようとしていたのです ダ・ヴィンンチの正体を知ったミケランジェロ。自分の正体を見抜かれたダヴィンチ1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダヴィンチそれゆえにダヴィンチはこの世を去ったことにしようとしたであえて775027の中から3つの数字を選び自分の死亡日とした67歳の 5月2日です繰り返しますがだからこの死亡日はダ・ヴィンチ自身によってあらかじめあらかじめ捏造された死亡日ということになるのですつまりダ・ヴィンチはその日には死んでいないそしてダ・ヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるならそのイエスは現在の今もこの世界の どこかで生きているということになります。私、林博はそのように判断しました。広し林、ハママ・シティ・ジャパン。 それでは画面を見ながらもう一説明します。これが、えー、ピエロ・ソデ・リニです。英語の方では、えー、ステイトマンとなっていました。すなわち大物政治家という意味ですね。そのソデ・リニがですね、二人の画家、すなわち、えー、ダヴィンチとメケランジロに壁画を描くように依頼した。 ということなんですねこれがその宮殿です。中央にあるのは宮殿です。この宮殿、まあ、どこか分かりませんけどもね、えー、どこかの壁画を描くように依頼したわけです。で、ダヴィンチとまあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、えー、アンギャリの戦い、そして、えー、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、えー これがあのシーの戦いです、まあ。ですからダヴィンチもミケランジェロも正確な,なんて言いますかスケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これがその宮殿ですね。で、まあ、このどこかの壁画として、えー、描かれたあ、まあ、描かれていた人らいたちに、ね、このようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあ、ダヴィンチ、右の方にミケランジェロの絵という、まあ、壁画ということになります。 実際にこんなことはありえなかったと思いますね。まあ、その理由は、まあ、おいおい話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにして、まあ、引き顔、を、まあ、もし書かれていたとしたらねで、しかしここで重要なことは先ほど言いましたように、その右の,そのミケランジェロの歌詞の,の戦いの絵が、まあ引き ま、のいわゆるスケッチができたときには、ですねまだダ・ヴィンチは生きていた,生きていたと、生きていたということは重要なんです。というのは、その右のですねカシナの戦いの壁画の中には、まあ、隠し文字の形で数字が隠されていました。バイ林ですす、えー、よく見ますと、ね、こ,こに7 最初の私、7という数字に気がついたんですね。それから、あと、簡単。もう一つは、上に棒を持った人がいますでしょその棒あの笛のような棒を持った人がいますね。その棒を先を伸ばしてみたら、それぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字が浮かんできたと。 そして一番右端にいるのがこれダヴィンチだということはその前に分かってましたからね。顔の顔が一致しましたのでダヴィンチだということは分かってましたので、まあ、これはダヴィンチであるとね。7502という数字がですね、ダヴィンチのまあ死亡。 年ですね、それから5月2日という数字につながったわけです。で、ダヴィンチは67歳の5月2日に、まあ、亡,くなった亡くなったということになるわけですね。というのはもうこの、この絵そのものがですねカシナの戦いの、ミケランジョロのカシナの戦いがです、ね、の絵がですね、ダヴィンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴィンチが死んだということになるわけです。 逆だったらね、例えばこの絵がダヴィンチの死んだ後に書かれたとしらば、ミケランジェロはダヴィンチの死亡日に合わせてその数字を書いたということにも考えられるわけですけども、 そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に描かれていたということになりますと、7502に合わせて、ダヴィンチが、まあ、あの自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうにまあ考えられるということですが、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私、これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、数字一番右の方にも7がありますね。そして、775027という数字が浮かんできたわけですね。この この775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、777はチーザスである、イエスである、号令はあ復活、それから27は失聖書という意味だということを教えてくださいました。と,ということになりますと、この775027、まあ、を、まあ、どういうふうにあとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエス。 復活聖書ですから、聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダ、ダヴィンチが自分の死亡日とした。すなわち、まあ、あ,あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、その数字の中にまあ織り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、えー 67歳の5月ですね、5月2日に亡くなっていると、だから752が浮かんでいく。その752という数字をですね、アルカリジ・メイソンのミケランジェロは、まあ、その死亡日とは、 なるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その775027という数字をですね。すなイエスは聖書により復活して、その聖書の右端にいるのがダ。ダヴィンチである。ダヴンチを、まあ、王冠をかぶったダ。ダヴィンチを描いたということになるわけです。ナチイエス。いわゆる、まあ、ダヴンチがイエスであり、イエス、まあ、ダビイエスがダ。ダヴィンチとして復活したと、そういうことを聖書に、まあ、聖書によって、そういうことが。まあ、予言されたように復活したんだということを。ミケランジェロは、この。会心の戦いの中で、まあ、表現したということになります。まあ、これで謎が解けました。 そして、まあ、その77502なるどこから来たかというと、今言いましたように、えー、ミケランジュロは当初はイエス復活聖書その絵を見て、ですね、ダヴィンチが752 75を取って、自分の死亡をあらかじめですね、死亡日として、その日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。 でこれがアンギャリーの戦いですけども、このもう一度見ていただきますと、このこれはあの森本聡さんという方がね、この絵を見て、まあいろんな絵が隠されているんですけども、こうした絵も隠されているよということで教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね逆さまにしますと、これがハロー、氷になるというわけですね、そしてそのこの人物のまあ向かって右、左手には、ですね手の甲には聖痕があります。 くご覧くださいこれはそれによってこの人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけています。これはまあ核性ですね。このアンギャルの戦いの中には、私が発見しただけでも十数個の核性があの隠されています。そしてこの手の甲,手の甲にはあのあの、あのまあ、いわゆる聖痕があります。なあち、この人物はイエスであり、まあ、あのイエスがまさに、ね、馬に踏みつけられて、真対応とししししし、まあ、まさにまあまあ 死に,死,の死に対応というのもおかしいですけどね、生きてますからね、なんて言ったらいいんでしょうか。ともかくもあの死,死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして手の甲には成功が残っているということです。このような形でダヴィンチはアンギャルの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよということを、まあ、私たちに、まあ、メッセージとして残し,た残したということになります。で結論ということになりますけれども、その前にもう一回のしあの知っておいていただきたいのは、これがあダヴィンチの、まあ、捏造された 画像ですここに今4人の、まあ、人物像を紹介しますけど、これはみんなあのダ・ヴィンチ自身ですね。まあいわゆるまあ、比較して、まあ、細かいところを精査していただくと分かりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。あのこうしたあの、まあ、顔というのはそういうものなんですよね。あのそれぞれぞの表情を見る角度 年によっても違いますからねですから、まああの、違いがないという点で同じということに判断し,していきます。まあ、上と右のダヴィンチの絵は似てますね。で下がダヴィンチの実像、真ん中の下がダビッンチの実像と判断しています。というのは、この絵だけはです、ね、他の人物と一緒に、まあ、描かれているという点ですよね。なおち 3D モデリング方式ではできないということです。そして、まあ、ダヴィンチの特徴をみんな このあとにもう一回その同じことをつなげておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三拍岩ですね、それからシバーナー、それからあの割れた顎ですね、まあ、そういったことです。これがまあ左,上左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その、まる いわゆる、まあ、ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている、そしてそのダヴィンチは足の皮をベロッと吐いている、そして、まあ、あの頭には王冠をつけているということになるわけです。まあ、左にまあ王冠をつけている、まあ、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。あのー いわゆるまあ角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大きい部位でしてね、そしてあの同じように書かれているこう、まあ、小さな小耳といいますかね、耳たぶのない耳、それからあのこの耳ですね、このこぶがありますね、これもダヴィンチの特徴です。そして、まあ、あの青が二つに割れている歯並びの悪い歯、大きな口、それから鋭い目、それからあの細い眉毛ですね、そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なあ、これらの二人物、なあ、右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。 でその左の、まあ、ダヴィンチの顔がです、ね、先ほど言いました、歌詞の戦いの右下に書かれて、しかも繰り返しになりますけれども、王冠と言いますかね、あの花をかむという、なちこの中の、いわゆるレプタリアンの群像と私は呼んでいますけれども、レプタリアンの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形で、ミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね、あなあ体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独特のですね、コブだらけの。あ 人間ですねこれはあの人体の美を追求した絵ではありませんよ。で、結論ということになります。これがあのピエロ・ソル・ソデリーニですね。で、このまあ大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれと、まあ、あの2人の画家に依頼したと。そして2人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかし、まあ、ダヴィンチとミケランジェロが、ね、背中を合わせに絵を描くなんてことはあり得ないわけですからね。 ダメージがそれを許さなかっただろうと思いますね。まあ、実際、その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、スケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいてこの壁画を描こうとしたわけですね。まあ、左か右かわかりませんけども、たまたま私はまあ左の方に、えー、アンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、ね、もし完成しているわけですよ。こんなことになったわけですけども、二、まあ、人とも自分では絵を描かない人,人でしたからね、描いていませんね。あの全部まあコンピューター、グラフィックスのような、ね、高度な機器を使って描いて こうして背中合わせにペン、筆を持って、ね、絵を描くなどということはありえなかったわけです。またね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまたおいにお説明していきますけども、ともかくもこの中に775027という数字が書くんであったと。でそれはイエス、復活、聖書という意味であると。そしてその75、その2を取ってダヴィンチは自分の死亡を描いたわけですね。ああ、とうとう、私の正体をあのミケランジョロに見抜かれてしまったか。仕方ないな。 マリアともうまくいってないし、長いしすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、まあ、ここから去るか。というふうにダ、ダヴィンチが考えたということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダ、ダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか ?Bye for now! Here in this video, it's my pleasure that I, Hiroshi Hayashi, can explain about a very important message from Michelangelo Buonarotti, a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the second in 1519, and Leonardo himself. Himself. カッシナの戦いの絵はもともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの 反対側の壁に描かれる予定だったと言われていますがその壁画は描かれることはありませんでした現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵はそのスケッチ画ということになりますミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していましたそのカッシナの戦いの中にはダビンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました つまり、ダヴィンチは1500年後のイエスであり、また少なくともダ、ダヴィンチは一般に言われているように、1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日はダ、ダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして、1519年の 5月2日には死んでいませんでした。つまりイエスはまだ生きているということになります。広しは浜松セティ・ジャパン。もともとはですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾベッキオにありますサロン・ディ・シンクエ・セントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジュロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人が。 そのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカシナの戦いの絵ですけれども、ここに中心にいるのがダヴィンチ自身です。足の皮をベローっと剥いでいます。靴下を剥いているわけではありませんよ。で、ミケランジョルです。えー、ミケランジョルの描いた右下がカッシナの戦いです。 で、その前に、話を進める前に、一つ大変重要なことを皆さんに話しておかなければなりません。これが、まあ、私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになります。ダヴィンチは生涯において、たった一枚しか肖像画を残さなかったと言われていますけれども、実はその逆で、彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけれども、3D モ,、まあね、モデリング方式ですね。現在、私たちが言う 3D モデリング方式で まあ、いろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人もすべてリオノード・ダ・ヴィンチです。えー、4人とも、まあ、共通してです、ね、同じ特徴を持っています。そして比較してみると分かりますように違いがないという点で同一人物だというふうに林博史は判断しました。この説明もこの続くビデオの中でしますので、えー、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに今言いましたように、まあ、似てる、似てないというレベルではなくて、 違いがないという点で、同一人物と判断しました。まあ、まあ大きなってますか、鍵ぎそれから頬の下のコブ耳の下にも大きなコブがありますね、それから頬骨、それから歯並びの悪い歯、それからあの細い眉毛などが、リオネル・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴をみんな持っていますで。特に中央下のこの人物に注意していただきたいと思います。 これがリオナルド・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですからこれがリオナルド・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で、この絵の中にそのリオナルド・ダ・ヴィンチがいますけども、カシナの戦いですね。ここにいるのがリオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように、足の皮をベローッと剥いでいます。そして頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして反転して、 もう一度、まあ、比較してみます。右が先ほど言いましたように、レオナルド・ダ・ヴィンチの素顔ということになります。そして比べてみますと、やはり違いがないという点で、これら両者は同じ人物ならち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これがもともとはミ、えー、ケランジェロの描いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変まあ、 ありえないというか珍しいことですね。大骨。それから小さな小鼻それからあの和紙花ですね。大きな口。それからあごが二つに割れてますね。まあそういったところをまあ注意してみてください。なおち、左の人物はリオナルド・ダ・ヴィンチということになっていくわけです。まあこれもともとの絵ですけども、もう一度、まあここで比較しています。 今日の重要ななポイントととといいいいいうことににりまますす。から、皆さんにもぜひ確認しておいておいたただきたいと思いますで冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダヴィンチが左ということになります。そして反転して比べてみますと、やはり同じ、当然同じですけどもね、まあ、こうしたコピーが残っているということですね。そして比べてみますと、こ,これら両者は同じ。なおち右がレオナルド・ダヴィンチですから、左もレオナルド・ダヴィンチということになります。 チューブ加ご覧ください。そして皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ,あのダビンチの特徴っていうのはあのまあ私たち知っている地画像にはその特徴をんはみんな持ってますけれどもねあの元々は同一の一つのモデルから作られたまあ地画像といいますか絵だということになります。 なじ繰り返しになりますけど、みんなレオナルド・ダ・ヴィンチですから、左もレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして、このダ・ヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠をかぶって、その冠には花がついています。まあ、こういう形でですね、えー、ミケランジェロはこの人物がレオナルド・ダ・ヴィンチであり、そしてこれの、まあ、私がレプタリアンの群像と呼んでいる、この群像の中の王者、すなわち、まあ、キングであることを示しています。なわち、レオナルド・ダ・ヴィンチが、えー 王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあ、こうしたそしてこのレプターレの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて背中にひれのある人、それから皮を剥いている人が2、3人います。な まあ少なくとも人間ではないということですね。そして隠し文字の話をしたいと思います。まあ、これ一文字とも言うんですけどもね、人間のまあ体でですね、文字や数字を表すというわけです。これは LOVE、o v e、すなわち Love を意味しています。同じようにこの中に隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。まあ、これを発見したとき、私は本当に震えました。757ですね。そしてここに5が隠れています。そして0ということになります。 からご覧ください。2で、すす。ね。えー、一文字ですで、7502という数字に注意してください。上にはイボットといって、ポスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後につなげておきます。7502ですね。まあ、今,日今は750に注意してください。で、7502に注意して、この数字を並べてみますと、えー、ダヴィンチの死亡日と一致します。レオナルド・ダヴィンチは67歳の 5月2日に死んだことになっています。同じ、この日に合わせて、ダヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのが、あと、ダヴィンチが死んだ後ということになりますと、ミケランジョロはそれをしていて、この中に囲んだというふうにも取れますが、そう判断するのは、ちょっと待ってくださいね。要するに、レオナルド・ダヴィンチは、ここにも書きましたように、5月、なおち5番目の月の,、えー、の 2, 2日に亡くなっている。 67歳ですから67歳で5月2日に亡くなっているということになってますね。皆さんのまあご存知の死亡日と一致しますしかしこの死亡日も実は捏造されているということになるわけです。で、さらにこの隠し文字を読んでいますと、さらに両側に7という数字があるのがわかります。 それにこの775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。アタ宕さんという方ですけれども、775027の数字の意味,意味をですね、調べてくださったところ、77はイエスの代名詞です。50は復活の代名詞です。そして27は聖書の代名詞ということが分かりました。まあ、このように、まあ、キリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。なおち、イエスは 聖書にに従えば復活するという意味になりおち、なこの日に合わせてダ、ダヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。なおち、ミケランジェロの後で7502を書き込んだのではなくて、あらかじめダ、ダヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日に、というのは、もともとはイエス、聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ、自分の死亡日の中に織り込んだということになります。 なあち、ダヴィンチは1500年後の自からイエスであったということをこのような形で告白したということになります。そして、その日に合わせて67歳の5月の2日にまあこの世を去ったことにしたわけです。なあち、ダヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。と同時に、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今,現在今も生きているということになります。もう一つ、この、えー、カシナの えー、絵を見ていただきたいと思います。これは、一五百四十二年に、まあ、コピーされたものということになっています。でこの頭の戦いについて、いろいろな説明がなされています。けれども、まあ、それはそれとしてお,くおかねばならないと思います。まあ、これが頭の戦いですね。 AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このような、ねまあ、番組があって、このカシノの戦いについていろいろと説明されていたと、まあ、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています、えー。どうかお読みください。 もともとカッシ,シナの戦いというのはですね、えー、ダヴィンチが予定していました、えー、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ、向かって、ね、反対側の壁画として、えー、描かれる予定のもとだったようです。ならち、えー、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、えー、ミケランジェロがカッシナの戦いを描く予定だったようですね。まあ、がしかし、このカッシナの戦いの絵はですね、まあ、ミケランジェロを妬んだ人によって、まあ、あの、 元々のスケッチ側ですね、破壊されたというふうに、まあ、あの言われています。で、まあ、このような説明が、えー、テレビのでまで、まあ、NHK の方で、えー、説明されていたというふうに、ねまあ、あのメモをして報告してくださいました。一般的にはこのように説明されているということです。 でそっくり同じことがウィキペデダーの英語版の方にも書かれていました偶然の1と思われますまあ興味ある方はその都度ポーズして読んでみてくださいまあ要するに林博の説とは全く違うということですね もちろん隠し文字ディスカバー d by 林博です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアンの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。 そして、ミケランジェロは頭の戦いを通して、そして7502という数字を織り込み,り込みました。なあち、67歳の5月2日に、えー、亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかし、その7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせて、ここに描き込まれたものではなくて、そもそも775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だということが分かりました。 なわち、その日に合わせてダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。なわち、67歳の5月2日という数字は、ここから生まれた。なわち、その日に合わせてダヴィンチが自分の死亡日を捏造した。すなわち、言い換えますとダ、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして、復活ということを、まあ、 ダヴィンチ自身が意識していたということになりますと、ダヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを自らがこういう形で、まあ、あの死亡日を通してです、ね、表現したということになります。自分の死亡日を通してです、ね、自分はイエスの復活した姿なんだよということをダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから、5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいない、イコール いかがでしたか Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR4285-san, a mail in which Mr. AKR4285-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina, painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program. And here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe mine or Japanese scholars. AKR 42853からこんな report カシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは、全く違う内容のものだったようです。AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容は Wikipedia 百科事典の英語版そのままであることに驚きました。 その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 五さんからのメールを読み私はそう感じました。AKR428 五さんどうもありがとうございました。ということで今、AKR428 五さんからのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあ、トークを指差し敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、裸体彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後の、まあ、ことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサン、アタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。ポイント towards a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあ、そういった様子を表したものだ。そしてここにね、Naked Male Figure と、まあ。裸のね、まあ、人間といいますか、男性の像を、まあ、このような形で、えー、ミケランジェロ・ブラノティは追求していると。そういうことですよね、まあ。続くビデオをどうかご覧になってください。判断なさるのは、先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。Bye for now.Hello. This is Hiroshiyashi Hamamatsu, Japan. Leonardo da Vinci was Jesus Christ after 1500 years. It's evidence and proof. ダビンチは1500年後のイエス・キリストであったかもしれないという話です。これが皆さんご存知のイエス・キリストの洗礼の絵です。ダビンチが他の画家と一緒に描いた絵だと言われています。で、次。 にですね、これがダ・ビンチ自身ががいいたとまあ証明されれていますす。老人の絵ですこれが私が証明しましたダヴィンチ自身の素顔です。そしてこれが皆さんご存知の、まあ、ダヴィンチのイメージですね。でこれらの絵を比べてみますといろいろとまあってますかあ分かってきます。でその前にですね神々の形像を簡単におさらいしておきたいと思います。 これがシュメールの神々のケ図です。ここにいるのがエンリルです。まあ地球の支配者ということになるわけですね。シュメールの時代には。そしてエンキがいます。そして孫にあたるのがウツです。太陽の神です。そしてイナーナですね。ここではクイーンオブヘブンと。 天とと地の女王ということになっていますこれが続くバビロニアにおける神々の形図ですけれども、この部分を拡大してみます。上の部分をね。そうすると、イシュタールが頂点に立ちます。イナンナンが頂点に立つんですね。そして、祖父にあたるエンリルがその下に下ります。イーエーエアですね。これはエン木のことです。そして、ウツはシャマーシュと名前,名前を変えます。太陽の神です。 で、イシュタールが頂点に立ちます。えー、八方向に伸びる金星の、まあ、星の形がですね、イシュタールのシンボルマークということになります。そして、この両者を比べてみますと、えー、両者ってのは上がシュメールで、下がバビロニアです。で、エンディルがここに来ます。で、エンキンがここに来て、そして、ウツがですね、太陽神のウツがシャマーシュがここに来ます。そして、イナンナはイシュタールと名前を変えます。 というかまあ、呼び名が変わるわけですね。変えたというよりも。それで、この神々の形図、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、うつがいわゆるシャマーシュになります。太陽の神です。そして、イナンナがイシタールになります。まあ、兄弟ということになるわけですけどもね、ただ、あの人間の世界と違いまして、神々の世界ではまあ、人間のようにセックスして、妊娠して、出産という関係ではありません。えー そしてこれがギリシャ神話における神々の形図です。で、この形図を見てみますとですね、まあ、この形図そのものがですね、私は正しいというふうには思ってませんけれども、一応まあこの形図に従って話を進めたいと思います。で、この黄色い部分ですね、重要なのは。で、上がタイタン族、ティタン族ですね。下がオリンピアンズです。いわゆるゼウスを頂点とするオリンピアンズですね。で、ヘイルオスはここにいます。これが太陽神ですね。 そして、ここにレアがいます。まあ、法上の神とも言われています。で、これを並べてみますと、まあ、こういう関係に並べますね。シャマーシュがギリシャ神話ではヘリオスになると。そして、レアが、ごめんなさい、イスタールがギリシャ神話ではレアになると。まあ、レアというのはあのヘ、ヘラにもなり、また、アルテミスにもなります。先ほどあのー、 兄弟関係というのはの人間の兄弟関係というのは当てはまりませんね。まあ、それはあのどこかで説明しましたのでごめんなさい。それで、このティタン族とオリンピアンズは対立関係にあって、そして結果的に、えー、ティタン族が敗北します。と同時にヘリオスは太陽の座を奪われます。そして、えー、ゼウスの息子のアポロが太陽神につきます。そこでですね、ここで重要なことはアポロとそれから、えー ミトラがドイツ神であるということですねでこれはあのギリシャ彫刻の特徴なんですけども忠実にまあ顔を表現しています。それは 3D プリンティングテクノロジーを使っていたという一つの証拠になるわけです。左がアポロで右がミトラということになります。この両者の顔を比べてみてください。髪の毛は無視してくださいよ。で、アポロとミトラとは 全く同じなんですね。ということは、ギリシャ彫刻はですね、こういう形でアポロとミトラは同一神であることを示しました。なあち、まあ、ギリシャ神、ギリシャ彫刻は立体彫刻による、まあ、歴史書ということになるわけですね。で、ギリシャの神々はこういう形でアポロとミトラは同じですよということを、まあ私たちに伝えているわけです。となると、ここで、まあ、 いろいろと問題が出てくるんですね。アポロはヘリオスの後をついて、いってますか、後を、まあまあ、取ってですね、太陽神に着きます。そしてミトラはミトラ教を起こします。そして、全1世紀にはペルシア全域を支配する、まあ、大きな、まあ、勢力を持つわけですね。で、そのアポロとミトラが同一神である。これがの一つのポイントになるわけです。 で、アポロとミトラは同一神である。まあ、これはあのギリシャ彫刻によって証明されるわけです。となると、ここで問題が出てくるんですね。全1世紀に、まあ,あ、アポロが、まあ、いわゆるミトラがですね、ミトラ教を起こして、ペルシャ全域を支配する。で、まあ、当初はですね、ミトラ教は、まあ、このバビロニア、シュメール、 それから下のメソポタミアですね、全域で勢力を伸ばします。で、負けたティタン族の方のですね、ヘリオスはどうなったかという問題が出てくるわけですね。まあ、ヘリオスすなうち、イナンナのウツの弟か兄のウツですね。それから、これがイスタールですね。イスタールとシャマーシュです。シャマーシュ、ウ、ま、ツ、あ、がシャマーシュと名前を変えるわけです。 そして、イ,イスタール、それからシャマーシュはヘリオスと、まあ、ギリシャ神話では呼ばれるようになります。で、このミト,ミトラ教に対して、イスタールとシャマーシュはキリスト教を立ち上げます。で、シャいわゆるそのヘリオスはですね、イエス・キリストと語るわけですね。で、キリスト教の方ではですね、まあ、キリストはですね、30歳以前のキリストの所在というのは全く不明なんですね。それもそのはずなんですね。はい。 で、勢力を伸ばして、ミトラ教に対抗するわけです。こうして両者の確実が深まるわけですね。で、ミトラは12月25日、当時の日に母、アナヒータの諸女会談の下で生まれ、そして3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。そしてイスタールはですね、ローマ国境、チャーチオブローマがですね、国境となると同時に、イスタールはイーサーと名前を変えます。 現在、カトリックではですね、イースターを最大のお祭りとしているのはそういう理由によるものです。もともとキリスト教といいますかね、イスタール教というのは、イスタールが中心となり、ヘリオスを抱き込んで立ち上げた宗教ということになります。そして、教義、その他、あの、内容はそっくりそのまま、ミトラ教のそれを持ち込んで、自分たちの宗教を立ち上げたということになります。で、 もともとイースタールというのは、法上の神女神なんですね。豊かな。多産で、多産いうことは結局卵と、それからウサギ、まあ多産ですよね。を象徴としてイースターを祝うようになったわけです。そこでもう一度見ていただきたいのは、ミトラ教とキリスト教の関係です。まあ見ていただくとわかりますように、えー、全く同じなんですね。ただ、ミトラ教の方がキリスト教よりも古いということですよね。で、生まれたのもマヤであると。誕生日も12月25日である。 というようなことがあるわけですね。そしてミトラは奇跡をいろいろと起こしてみせます。それはキリスト教と同じです。そしてただ最後の晩餐はね、ミトラは最後の晩餐をして天井へ帰っていきますけども、まあ、キリストの方は処刑前夜にやったということになっています。で、こうしてみますと、キリスト教は全くまあ ミトラ教洗礼ももともとミトラ教のものだったわけですね。で、地下や洞窟で、えー、神事を行うのもやはり同じです。ただ、立場はですね、あのミトラ教は太陽神を祀っていますけども、えー、エルシャダイ、ナチキリスト教の方は、えー、誰が神だるかは明確にしていません。 で、こうした流れがですね、やがてフリーメイソンと、えー、キリスト教の対立へとつながっていきます。左がミトラ教、右の方がキリスト教の流れということになりますね。で、イシュタールはあーマリ、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアとなります。そして、えーまあ、イエス、ヘリオスと組んでキリスト教を立ち上げます。 そして左の流れはフリーメイソンリーとつながっていきます。そして右の方はチ h u r c h y その後のカトリック教会とつ、カトリック教と、まあ、教会とかカトリック教とつなが,つながっていきます。ローマン・カトリック、トリシズムですね。とつながっていきます。で、このマリ、マリ、いわゆるマリアはどうなったかと言いますと、えー、その後、まあ、行方不明ということになるわけですね。 マリアもそれからキリストも商、ま、店、あ、というか天,天へ登っていくわけです。が、それでまあ地,球地上から消えたと言いますか、消えたわけじゃないんですね。そして1500年後に、えー、イスターのことを知っている、大変よく知っている、えー、人物となって、まあ、この世の中に再,あの出てく再現するわけですね。で、彼の名前はレオナルド・ダ・ヴィンチであると。私はそのように、えー 仮説を立ててみましたが、これはまた妙なことにいろんな事実と符合していくんですよね。で、この老人を見ていただきたんですけども、これは誰かということなんです。で、右がいわゆるその洗礼を受けるイエスキリストですね。一見違った顔に見えますけども、細部を見ていきますと大変よく似ているのがわかります。まあ部分的な部分にこう比較していますとですね、まあ同じであるというふうに判断します。 まあちょっとね、右の方は若いし、左の方は老人ですから、比較しにくい部分もありますけども、丁寧に見ていきますと、同じなんですね。そして骨格ですね、えー。肩の上に三角形のくぼみができてると。そういった部分に皆さん注意してください。そして人間にはない剣がここにありますね。左の老人にもその剣があるんですよ。 脇の,脇の下の上ですよね、にあると。なあち、右のイエス・キリストは左の老人と同一人物ではないかということになります。まあ、ほぼ同一人物と私は判断します、ねそ。そして、そしてこの顔が私があの調べ上げましたあダヴィンチの顔とつながっていきます。小さな耳、耳たぶのない耳ですね。これはもう一度後で簡単に精査していますが、他の顔でこのいわゆるコブのつき方、それから広い 口って言いますかねで鼻が途中で割り、えー、わし花になっているとといったところですね。そして下顎がぐっと前に出ているで。目の鋭さ、三白眼というところを注意してみてください。となると真ん中の老人はダヴィンチということになりますし、右のイエス・キリストはダヴィンチ自身を模したものだということがわかるわけです。 特にあの首の上の方からね、付け布の方から、あーいわゆる、なんて言うんですか、三角形に近い、あのー、太い、まあ、首になっているところにも注意してください。で、まあ、ここで、あの、蝶々人間の写真を出しましたけども、これは、あの、ただ参考のためですけども、頬骨と言いますかね、あのー、が異様に太いということです。こういったところも共通しているということを皆さんにお見せしています。 でダヴィンチのじゃあ真の顔はどんな顔だったかですけど、これは皆さんがご存知のダヴィンチの顔ですけども、あーこれは 3D モデリングで作られた、まあ、顔ですね。というのはですね、あのこれ今お見せします4人の顔はです、ね、細部にわたって全く同じなんです。ということは、この年齢差がかなりあるにもかかわらず、こうした特徴を共通して思っていること自体がありえないことなんですよね。まあ、それにありえないことが起きているわけです。 ということは、真ん中の上の皆さんが持っていらっしゃるダベンチの顔はですね、いわゆるまあ、機械的にというか、3D モデルの方法で作られた顔だということになってくるわけですね。で、まあ、こうして、まあ、顔の部分的な部分,部分をですね、比較してみますと、酷、ま、似、あ、しているというレベルを超えて同じだということです。細い眉毛がね、上ピンと上がっているところ、それからほくろがあるところ、皆さん自身でこの丸を追い,追いかけながら、検証してみてください。 なわち、ダ・ヴィンチという人はですね、一枚しか肖像画を残さなかったのではなくて、自分以外の顔は描かなかったというふうに考えるのが正しいということになります。なわち、ダ・ヴィンチはですね、すべてと言っていいぐらい、すべて自分をモデルにして、絵をあの、人物像を描いていたということになります。ここに大きな、その、なってますかね、あ錯誤のあ原因があると思います。 すなわち、ここに4人にいる、まあ4人だけじゃないんですけどもね、ここにいる4人もですね、えー、同一人物、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチであるということです。そして、この顔なんですね。左が今言いました、ダ・ヴィンチの顔。これいいですね。4者同じですから。そして、この老人とも比べてみますと、これがまた耳の形。注意深くご覧ください。みんな同じなんです。 ちょっと変わった耳の形しますね。そして、えー、耳たぶんが非常に小さい、小さいというかほとんどない耳ですよね。そして頬にも特徴があります。くぼみにも特徴があります。という顔、ば、まあ、顔なんですけど、これがあの先ほどイエス・キリスト、占領を受けるイエス・キリストの顔と、 同じだということを同じというか、まあ、ちょっとあの比較しにくい部分もありますけども、ほぼ同じだと私が判断したものです。まあ、幅の広い口、何かしらこう歯並びが悪い感じがしますね、そして人間には、あまあ、ないことはないんでしょうけども、見られない太い、まあ、剣ですね、そして大きな首の付け根から三角形が出ています。そして髪の毛の毛生え方。 順に見ていきますと、ああ、同じだというふうに、まあ、皆さんもお気づきくださると思います。こぶの作り方。なあち、右の男性は、レオナルド・ダ・ヴィンチ、彼自身だということになりますね。そして、この顔がですね、イエス・キリスト1500年後の顔というふうに考え、私は考えます。なあち、すべて一人のダ・ヴィンチだということです。 ここがポイントなんですねで。真ん中の中央の顔は作られたイメージですけども、まあ、これは私たちが持っているダヴィンチのイメージということになりますそれにもう一人この老人の顔が加わりますそしてこのダヴィンチはマリアがイスタールであることを知っていましたこれが受胎告知の絵ですけども私が ここに、まあ、奇妙な足を発見いたしました。ここの矢印のところに注意してください。この矢印のところを見ますと、妙なって言います奇妙な、まあ、足の先がです、ね、出ています、まあ。これも誰も気がつかなかった。イコール言い換えますと、この事実を知っていたのはダ・ビンチ自身ということになります。そして私しかいませんよね。 まあ今はもうこうして発表してしまいましたから、多くの方が知るところとなりましたけども、ここにマドンナの足が出ているということです。そしてこの足はダヴィンチ自身が描いた解剖図でいる足と一致するわけですね。皆さん自身で比較してみてください。なあち、ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけです。なぜ知っていたかということを、まあ、つもうちょっとあの考えながらこの絵を見てください。 こうした覚醒手法はシノレッリも使っています。これがダヴィンチの書いた、まあ、足の骨格,骨格図ですけどもこれは日本では熊の足ということになってますけどこれは熊の足でないことはもう証明いたしました人間の足プラス、まあ、人間にはない、まあ、爪があるということですねで二人のマリアの話ですダ・ビンチはですね、えー 聖母マリアとマグダラのマリアが同一人物であったことを知っていました。なぜそんなことを知っていたかということですよね。上が岩屈の聖母です。聖母下が最後の晩餐んのまあ絵ですね。中央にイエス・キリストがいます。その向かって左側にまあマグダラのマリアがいます。これはもうマグダラのマリアっていうふうにまあ考えるのが主流ですね。上が聖母マリアです。 そして、この両者を比べてみますと、全く同じなんですね。左が最後の晩餐に出てくるマリア、右の方が岩窟の聖母子の中のマドンナということになりますよね。あのまだイエスが子供ですから。左の方はあの、まあ、最後の晩餐のマリアです。ですから、まあ、もし左がです、ね、マドンナであれば50歳を超えてるはずですけどもね、全く同じなんです。 そして、衣服もマリンブルー、マリアのブルーの服を着ています。皆さん自身でご確認ください。ということは、あダヴィンチはですね、マグダラのマリアと聖母マリア、すなわちマドンナが同一女性であることをこうして私たちに示しているわけです。が、なぜそうなのか、なぜこんなことを私たちに示しているのかということになりますよね。すなわち、えー、ダヴィンチはマリアの、両方のマリアのね、正体を知っていたということです。 で、同じことをミケランジョロも知っていました。まあ、どういう形か知りませんけども、えー、ミケランジョロもそれを知ってたわけですね。これがあの聖母子です。右の方がピエタ像です。で、両者のマリアの間には30、少なくともね、40年近い年月が経ているんですけども、この両者のマリアは全く同じです。皆さん自身でご確認ください。 本来なら、右のマリアはですね、五十数歳になっているはずですよね。キリストが33歳で処刑されたということになっていますからね。プラス、えー、妊娠した時の年齢を足せば、そういうことになります。が、まあ、右のマリアは全く年を取っていません。で、これに対して、まあ、キリスト教の方ではですね、聖母マリアは年を取らなかったというふうに教えています。 なあち、右の方はマグダラのマリアってことになりますし、左の方は聖母マリアってことになります。なあち、ミケランジェロもこの両方のマリアが同一女性であることを知っていました。なぜかなぜかなぜか疑問がどんどんと膨らんでいきますね。で、ダヴィンチの話に戻りますが、下がミケランジェロ。で、ダヴィンチはですね、 えー、聖母マリアとマグダロのル・マリアが同一女性であることをこうして絵にしてみせました。そして、ミケランジェロは彫刻にして、それを私たちに教えています。なぜかなぜか。裏を返していますと、なぜダヴィンチがこんなことをしていたかということになります。もう一結論ですけども、もう一度ここで見てください。なぜダヴィンチはこのような、学んいますか、足をですね、 取材告知の中に書き込んだのかということです。言い換えますと、ダヴィンチはそのマリアの正体を知っていたということになります。と同時に、えー、ダヴィンチは岩窟の、えー、聖母というものを書いたわけですね。で、マリというのは、まあ、魔女で、そして、えー、洞窟に住んでいるということを当時の,当時の <laughs> イタリアでは常識でした。そして聖母マリアとマグダラのマリアは同じである。と同時に、う、え、つ、ー、はあイナンナの、まあ、兄弟。 そして、イナンナがイシュタールとなるわけですね。なあち、この左のイエス・キリストと言われている人は、ウツなイナンナの、まあ、はい、兄弟ということになります。そして、この老人は、1500年後のイエス・キリストというふうに考えるわけです。そして、これがダヴィンチの、まあ、素顔ということになるわけですけども、この三者は、まあ、大変というレベルを超えてよく似ています。 そして私たちが知っているダヴィンチの、えー、まあこれが、まあ、顔ですね。以上を総合しますと、どうやらダヴィンチという方はですね、1500年後のイエス・キリストではなかったかということになるわけです。巨大な謎ですから、順にまた考えていきますけども、まあ一つの突破口と言いますかね、一つの、まあ、テーマになれば、 皆さんのね、謎解きのテーマになれば大変嬉しいです。ということで、Thank you very much for watching and bye!Hello, this is Hiroshihaya Shi, h a m a m City, Japan.Jesus Christ after 1500 years.Leonardo da Vinci was a Jesus Christ.1500 年後のイエス・キリストレオナ l e o n a r d da Vinci はイエス・キリストであったという 仮説ですまあその話をする前に少し外堀を埋めなければなりません。シュメールにおいてはアヌオが頂点に立ちエンリルが生まれ延期がそれに続きます。こうした流れの中からいわゆる月の神月の女神からいわゆるイナンナが生まれます。 豊条の神と呼ばれています。他産で、他産ということはたくさん子供を産むという意味ですね。他産で、そして、まあ、大地に恵みをもたらす神ということになるわけです。が、そのイナンナはやがて力を持ち、頭角を現し、ペルシャ全域を支配するようになります。これがイナンナです。バビロニアでは イシュタールと呼ばれています。マリですね。エジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアとなって、やがてキリスト教を立ち上げます。バビロニアの形図を見ますと、イナンナ、イシュタールが頂点に立ちます。向かって右にいるのがサマーシュです。太陽の神です。ヘリオスと考えると分かりやすいですね。 イイタールナナンナですがヘリオスはやがてその座を奪われますヘリオスで注意したいことはですねまあ歴史の中で初めて降臨を頭に持っているということです頭の周辺を見てくださいその降臨がやがてキリスト教へと引き継がれます キリスト教、キリストがですね、頭に氷を持っているのは、ヘリオスの流れを汲むものだということですね。こういうことから、サマーシュが、いわゆるヘリオスがキリストになったというふうに私は考えています。が、アポロがやがて太陽の神にの座につきます。ヘリオスはタイタン族です。そして、アポロは,アポロはですね、 オリンピアンですね。いわゆるゼウスの一派です。で、まあ力がアポロの方があったものですから、ヘリオスは太陽の座をアポロに譲ります。アポロイコールミトラです。ギリシャ彫刻は神々の歴史をそのまま表したものですね。ですからアポロの顔とミトラの顔は同じです。しかしヘリオスの顔とは違います。で、全1世紀頃にはミトラ教が ペルシャ全域を支配します。これは12月25日にミトラがアナヒータから生まれた時の様子です。3人の賢者が集まり、そしてミトラを祝福します。ミトラはメシアというふうにキリスト教では呼ばれます。アイオ・プロメテウスはアイオ・プロビデンスと言い換えられます。マドンナはマリ・イナンナ、私の夫人というふうにローマ時代に言い換えられます。そしてイシュタールは イースターと名を変えます現在カトリックではイースターを最大のお祭りとしているのはそのためですイスタールがヘリオスと抱き込んでキリスト教を立ち上げますでご存知のようにイエスキリストは張り付けに処せられその後復活しますそしてさらにそれから1500年経ってルネサンスの時代にもう一度イエスキリストが現れます 聖外婦のイエス・キリストですね。左がヘリオスです。そして聖外婦です。聖外婦から復元図が作られ、そしてイエスの顔が再現されました。向かって右側の眉毛に注意してください。ヘリオス、イエスは眉毛が少しぷんと上がってますね。これが特徴なんです。でミケランジェロはそのことを知っていたみたいですね。 これがヘリオスの向かって右側に目に注意してください。これはピエータ像です。ピエータ像のイエス・キリストもやはり向かって右側の眉毛がぴょんと上がっているのがわかります。よくご自身でご確認ください。言い換えますと、ミケランジョロはイエス・キリストの正体を知っていました。イエス・ミケランジョロ だけではないんですね。聖外付はダビンチが作ったものと私は考えています。聖外付のイエスキリストは向かって右側の眉毛が上がっています。同じようにペータ像のイエスキリスト像も向かって右側の眉毛が上がっています。レオナルド・ダヴィンチについて。レオナルド・ダヴィンチはこうした同じような 肖像画を、まあ、5枚残してますね。右下のは反転してあります。ですから、反転も、元に戻しますと、上の絵と区別がつかなくなりますね。3D、いわゆる、まあ、モデリングっていいますか、この場合はプリンティングテクノロジーを持っていたと思われます。全部向かって、右側の目が、眉毛がぴょんと上がっています。ダヴィンチは明らかにイエス・キリストの正体をしていました。 眉毛に注目してくださいダ・ヴィンチとミケランジェロ上がダ・ヴィンチの作った生涯風をから起こした絵下はピエタ像から、まあ、がミケランジェロが作ったピエタ像のイエス・キリストです向かって右側の眉が上がっています それはまさしくヘリオスの眉毛でもあったわけですね。さらにこれはダメージの書いた最後の晩餐の絵ですけどもまたこれが岩屈の聖母ですね。この最後の晩餐に出てくるいわゆるマグダラのマリアとそして岩窟の聖母の中に書かれている マリアは全く同じですこの2枚の絵を通してダ・ヴィンチはマリアと聖母マリアとマグダノルマリアが同一女性であることを私たちに伝えています。これは大変なことなんですよ。キリスト教そのものを根底から揺るがすような事実かと思われます。 皆さんご自身で比べてみてください両。両方ともマリンブルー、すなわちマリアの、もっと言えばローマ時代には悪魔と恐れられたマリアのマリンブルーの衣服を着て身にまとっています。マリアは高い山の洞窟に住んでいました。人々に大変恐れられていました。そうした マリアの正体をダヴィンチは知っていたものと思われます。ですから、岩窟というにつかわしくない場所にマリアを置きました。では、ミケランジェロはどうだったでしょうか左は聖母子ですね。マリアとあまだ幼いイエス・キリストです。右は十字架から降ろされた イエスを抱くマリアです年齢で計算しますと右のマリアは50歳を超えてますねしかし顔は全く同じですマリアは年を取らなかったというふうに教えられていますけども左は聖母マリア右は,右はマグダラのマリアということになりますつまりダビンチもミケランジェロもマリアの正体を知っていましたですから共に同じ女性で表現しています 聖母マリアイコールマグダノのマリアということを、こうした作品を通して私たちに伝えています。では、イエス・キリストはどうであったか。上がダヴィンチの素顔です。このダヴィンチの素顔とヘリオスの顔を見比べてみてください。向かって右側の眉毛がポンと上がっているのはわかりますね。なあ、ダヴィンチの眉毛も上にピョンと上がっているということなんです。 ここが重要ですね。では、ダヴィンチとミケランジェロ、どちらがイエス・キリストに近かったかといえば、ミケランジェロは歴史的にも調べれば調べるほどといいますか、調べる必要もないほど人間でした。しかし、ダヴィンチは謎に包まれています。ヘリオスの眉毛とダヴィンチの眉毛を比較してみてください。 こ,れこのことからもわかるように私はダヴィンチイコールフェリオスではないかという強い、まあ、疑念と言いますかを持つようになりましたがダヴィンチはこんな絵も残していますこの絵とダヴィンチが手,手助けして描いたと言われている洗礼の絵の中に表現されているイエスと比較してみてくださいこの両者は同じなんですね 一見違った絵に見えますけども細部を一つずつ丁寧に追いかけますと左の老人と右のイエス・キリストは同じであることに皆さんもお気づきになると思いますつまりダ・ヴィンチはこれら2枚の絵を通してというよりもこれはもう写真に近いんでしょうけどもイエス・キリストイコール左の人物左の人物イコール実は ダヴィン,ンチの顔と比較してみます。一番左がダヴィンチの素顔です。何度も精査していきました。小さな、まあ、耳たぶのない耳、それからエラ,エラといいますかね、何かしらエラの張った方、ここにくぼみがあって、口が細く長く。 そして、花も特徴があります。花にも特徴があります。こうして比べてみますと、左の二人は同じであることがわかります。そして、その顔は、ダ・ヴィンチ自身が描いたイエス・キリストの顔とつながっていきます。こうして並べてみますと、ダ・ヴィンチは、 何を言いたかったか、すなわちイエス・キリストは私であるということを、こうした絵を通して表現したのではないでしょうか。特にこの頬骨に注意してください。ダ・ヴィンチの頬骨はですね、太く大きく、真横に、まあ、あります。これは一番右は超党人間の頬骨ですけども、人間よりも長く。 それから大きいですね。まあ、その、ちょうど人間と関係あるかどうかは分かりませんけども、イエス、それから、この、まあ、私はこれを真ん中のはですね、ミラノのセムシ男だと思っています。と、ダヴィンチは同一人物であるということですね。ということになりまして、1500年経ったルネッサンスの時代に、イエスはダヴィンチとなって、 この世に現れたと私は考えています。あくまでも仮説です。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshaya Shi, Hammam City, Japan. Shamash, Helios, Jesus Christ.Jesus Christ was Helios. 古代ギリシャ神話の神々は 彫刻という形で神々の歴史を私たちに残そうとしました。言い換えますと、彫刻を見れば古代の神々の歴史がわかるというわけです。まずヘリオス。ヘリオスはアポロンに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神としてこの地上に君臨しました。しかし、アポロが太陽の神の座に着くとヘリオスはその座を奪われます。 これがヘリオスです。ヘリオスはよくアポロと混同されますしかしヘリオスとアポロは別人ですそのことは彫刻を比較すればわかりますこれがアポロですアポロはゼウスとヘイラの子供として生まれます アルテミスと双子の兄弟として生まれます。アポロです。アポロとヘリオスを比較してみます。顔が違いますね。ヘリオスは細長い顔をしています。アポロはそれに比してやや丸っぽい顔をしています。こういう形で私たちは神々を区別することができます。次にミトラです。ミトラ教のミトラです。 ミトラの像はややポーズを変えて同じようなのが5体残っています。これがアポロです。右がミトラです。比較してみてください。ややと言いますか丸っぽい顔。額の様子、それから口。 輪郭そして花、長い花ですね。こういう形でギリシャの、まあ、彫刻はですね、アポロとミトラが同一人物であったということを私たちに教えています。古代ギリシャ、家系図を見ます。ゼオリンピアンズの家系が中央下にあります。 The ンピアンの家系の中心にいるのが言うまでもなくゼウスです。その妻がヘーラです。そのゼウスとヘーラの間から双子の兄弟として生まれたのがアポロです。一方、ヘリオスは The タ,タンズの家系で生まれます。家系が違うわけですね。ですから、アポロが太陽の神の座に着くとヘリオスはその座をね、去らねばなりませんでした。 で、その当時神の、神々の世界はどうなっていたかと言いますと、これがバビロナの神の世界です。頂点にイシュタール、イナンナがいます。そしてその右にシャマーシュがいます。太陽の神です。これが右上がシャマーシュ、太陽の神の紋章ですね。もう分かりかと思いますけども、バビロニアにおいてはシャマーシュが太陽の神。それをギリシャ神話の中ではヘリオスと 表現したわけであります。では、アポロとヘリオスの関係です。左が！アポロ右がヘリオスです。アポロはゼウスのまあ、直径の子供として太陽の神の座に着きます。で、ヘリオスはその座をアポロに明け渡します。アポロはメトラのことです。 太陽光線が7本ありますね。これは大変珍しい絵なんですけども、えー、ヘリオスの後輪をですねアポロが放っているという絵です。顔の周りに輪が見えますね。アポロが輪をつけています。ヘリオスと今度はイスタールの関係ですけどもイスタールは頂点、月の神です。そして えー、シャーマーシュは太陽の神です古代バビロニアにおいては月の神の方が地位が上でしたそしてイシュタールは、えー、シャーマーシュを、まあ、抱き込んでそして宗教を起こしますこの図をよく見てください頂点にイシュタールがいます月の女神ですそしてシャーマーシュ太陽の神がいます で、シャマーシュの頭の周りに降臨があるのに注意してください。歴史上、超降臨が現れるのは、この像が初めてです。シャマーシュは、まあ、イシタールとシャマーシュは、組んで、そして宗教を起こし、シャマーシュは、イエス・キリストと語るようになります。そのシャマーシュの降臨が、 イエス・キリストの降臨となって今に続いています。これが物的証拠ということになります。なあち、イシュタール・イナンナ、女神中の女神、そしてシャマーシュがイシュタール・イナンナと組んで宗教を起こしたということになります。それがキリスト教の原点ということになります。これが シシャマーシュです右がイエス・キリストですその実はそのことをですねミケランジョロもダヴィンチも知っていましたこれはヘリオスすなわちシャマーシュの彫刻ですねギリシャ神話ではこのような形でギリシャの神々はですねこのような形で 私たちに歴史を伝えよう用しました。向かって右の目ですね、上にニり上がっているところに注意してください。これは、ミケランジェラー・ホッタ・ペータ像です。もちろん、3D プリンティングテクノロジーを使っています。このキリストの顔を見てください。向かって右、このキリストの左目が、の眉毛が、上にニり上がっているのわかりますね。こういう形で、 キリストイコールヘリオスであることを神々が私たちに伝えようとしました。同じようにダヴィンチもいわゆる聖涯符を作ります。この聖涯符に写されたイエス・キリストの顔の再現図です。同じように向かっているのが、なおちイエス・キリストの左目が上に上がっているのがわかりますね。なおちベケランジェロもダヴィンチも イエス・キリストの正体を知っておりました。すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。では結論をお話しいたします。イシュタール・イナンナ、すなわちマリはヘブライ語でマリアになります。そしてシャマーシと組んでキリスト教を 起こしますがしかし当初からキリスト教であったかどうかということについては私は疑問を持っています。当初はイスタール教であったと思われます。その証拠にローマ時代にイスタールはイースターというふうに名前を変えて現在に今でもキリスト教においては最大のお祭りになっています。チャーチンローマはローマンカトリックと名を変えそしてイスタール教はキリスト教と名を変えます。左にいるのがイスタールになんなそして右にいるのが イエス・キリスト、すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。まあ、端的に言えば、イエス・キリストはヘリオスだったということになります。今日お話したかったことはこのことです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! h e l l this is Hiroshi Hayashi, Hamama c i t Japan, The Agony of Leonardo da Vinci. ダヴ Vin ィンチの苦悩。私はこの二枚の絵を比較するまで、ダヴィンチというのは教会側に立った、つまり抑圧側の画家として、あれは芸術家として捉えていました。 しかしダ・ヴィンチはこの2枚の絵を通してマグダラのマリアとそして岩窟の聖母子の中のマドンナがですね同一人物であることを私たちに伝えましたこれを私は知った時もちろんこれは私が発見したことですけども私はその奥にダ・ヴィンチの底知れぬといいますかもう想像絶する苦悩を感じることができました これはレオナルド・ダ・ヴィンチです。そしてそのダヴィンチに果か敢かなく挑戦していったのがミケランジョロなんですね。ミケランジョロはそうした苦悩、ダヴィンチの苦悩を知らず、まあ、挑戦していったわけですけども、ダヴィンチ自身も実はアンチクライストだったんです。ね。まあ、そのことをこれからおいおい証明していきますけども、アンチクライストでながら、 そしてカトリック側で絵を描き続けたダヴィンチの苦悩はまさに想像を絶するものだったと思います。今日はその苦悩を皆さんにも分かっていただきたいと思いビデオを3本紹介します。どうかご覧ください。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasuri, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of uh, uh, Michelangelo Buonarroti at, at Capella Sistina. What did he want to talk to us? The secret of Renaissance. Here is the story about him, and excuse me to speak in Japanese. video 各々のあるしだけご覧ください. Uh, this is a uh, Capella Sistina, where we can uh, see uh, the greatest masterpiece uh, by uh, Michelangelo Buonarroti. On the ceiling, we can have a, such and such a sort of a queer painting, and it's heavily uh, this men, half snake or serpent man. And here we uh, we can see a sort of cracks. And here we can see a knife. And uh, I thought it was a sort of crack of paint, but it w they were sort of artificially drawn by Michelangelo by himself. 日々だと思ったんですけどそうではなくて明らかに人工的に描かれていますねそしてこのエンジェルはですね天使はですね空からこの人をナイフで突き刺していますねこうした絵がですねあのもう全部にこう隠されてるんですねこの絵は、まあ後でもう一回紹介しますけども最もあの不気味な絵です。 この背中を見てください。ケロイド状に言ってますか、うろこのようなものが出てますね。まあ、美しいと言いますかあのあ、油断して見てると、こういう絵が隠されているわけです。こういう部分が隠されていますね。And also, do you think this is a woman? 私これはこれ、顔だけ見ればこれは完璧に女性なんですね。ところが体を見ると、あ男なのか女なのかわからないんですよね。 あの乳首がちょっと出てますから女性かなと思うんですけども体つきは完璧に男性のものですこういうふうにこのシステーナの絵というのは男女の区別がもうめちゃくちゃなんですねそして背中にはこう爬虫類独特の,そのひれがついてるわけですこれはあのよく知られた「洞窟の聖母」というあダヴィンチのこれはあのこ,のこちらはですね ル、えー、ルーブル版ですねでこの中にこれ,これが今見せましたあのマッカランジョロの背中の中についている女性ですけどもこの女性をですね比較してみますと大変よく似てるんですね。ということはあのマッカランジョロは明らかにダ・ヴィンチの絵を意識して描いてるわけですけどもどうしてこんな絵をこの描き込んだかということなんですね。これはもうう、まあ、本当に冷え切った夫婦ののような感じの 暗いシーンでありますけども、この女性を見てください。明らかに女性ですよ。ところが顔だけは男顔なんですね。あの体はふくよで胸もあります。で、この絵とですね。ダヴィンチのこのまあ、バップサイズを受けているキリストの絵と比べてみます。えー、まず、あのこの右の方の絵なんですけども、これ今左があの負けらにミケランジェロですね。そして、えー、今のここの男性の顔ですね。 と比べてみてみください。よく似ている,、ね、るのはこの男性なんです。体を見てください。もうこれはもうプロレスラーのような体つきですね。そして太っていますが顔だけはガリガリに痩せている男,な男顔なんですよね。こうしたその武器を見てみますか、あの不自然さというか、それがこのあシスティーナのミケランジョの絵には溢れているわけです。 そして、この子供の絵ですね。子供は、まあ、なって言いますか、そこにいるイエス・キリストの顔を真似ているわけですけど、ダヴィンチの中のイエス・キリストも暗いですね。まあ、どうしてこんなところに子供が描いたんですけどその背景を見ていただいたんですけども、やはりこの不気味なひび割れが書き込んであるわけです。これはじめ、あの絵の具のひびかと思ったけど、そうではないですね。そしてこの上の羊。 かと思ったんですけどもこれ羊ではないんですねよく見てくださいこれも後で説明いたしますがこれはとても羊の顔とは言えませんね羊はもっと可愛い顔していますということでまあこのダマイケランジェロはなぜダーヴィンチの絵をもじりながらそしてそのなんて言いますかあのこうこうした絵を描いたかということなんですねこれの2人のあ 画家の巨匠たちの背景には何があったのかその謎に迫ってみたいと思います。ただし、あの気の弱い方はどうか見ないでいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.This is a video, a kind of supplementary video for the video number 673、uh, in Japanese. このビデオは続くビデオ673号の補足訂正版です。えー、このあとビデオの中でこの絵を紹介しますけれども、この両側に書いてある、まあ、この円形の絵なんですね。これに今気になりましたので、これについて補足しておきます。で、これをですね、並べ直してみますと、こうなるんですね。まず男がですね、あのー、台の上に立って演説してます。そこへ兵隊がやってきて、まあ、兵隊ですね、そして棒を持った兵隊がやってきて、そのところに対して、 何かしようとしてるんですけど手の左手であの棍棒を振り上げてますからこれから攻撃しようというところですねそれで続く絵の中ではあの同じ男をですね台の上にいた男を、えー、兵隊らしき男たちが棍棒を持って今叩きのめそうというかまあしているところですよね。でこの この2つの絵を合わせてみますと、まさに言論弾圧の絵になるわけです。もう1個見てみますとこので、こういう絵なんですけど、この男は誰かということなんですね。そしてこれは明らかに兵隊なんですけど、ね、腰からあの紐がバらバらっとつり下がってますからわかりますね。あの男をこ棍棒で殴ろうとしてる誰なのかということなんですね。何のためにどうしてこんなことをしたかですね。またどうしてこんな絵をミケランジローが描いたかということなんですよね。でもう1つこの精査してみますと、この男、えー、髪の毛があの半分上あの、ちょっとおかしな帽子かぶってます 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 本の線が出てるので気をつけてくださいねで。下のところはうつむいてますけど、やはり7本の線が光っているのがわかりますね。7、7なんですねあの。数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7本ですね。上も7本です。下も7本です。7という数字はですね、実はミトラ教のシンボルなんですね。非常に重要なラッキーナンバーと言いますか、なあのナンバーなんですね。 そしてこの7というのが、まあ 1, 2, 3, ちょっとか上、1、2、3、左のも7本ですね。こちらも,もうちょっと大きくしてますけど、7本ですね。えー、7本です。ということはですね、これはあのミトラ教なんですね。長くこれ、後になって、まあ、あの、 あのフリーメイソンたちがこの像を作ってアメリカ合衆国に送るわけです。というようなことを頭に入れておき,きながら続くビデオをご覧ください。また次の,、ま、た次のビデオの中でこの絵についてですね、あの白いものについて私はあの足が骨になっているというふうに言いましたけれども、骨である可能性は非常に高いですが、この女性のものではないことは確かですね、ごめんなさい。これは私の間違いです。これはここで訂正しておきますので、そのことを頭に入れながら続くビデオをどうかご覧ください。えー、っと、そういうことです。Thank you very much for watching。 Please enjoy the following video. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Today's story is about a mystery of、uh, Capella p s i s t i n a with、uh, sorrows and、uh, sufferings.、Uh, in Japanese、そこは悲しみと苦しみに満ちた世界だった。まあ、システィーナ礼拝堂の壁画についての謎です。 これがカペラ・システィーナですね、えー、この壁画の中に、まあ、ミケランジェロもたくさん絵を描いているわけですけどもその絵が謎なんですね。まさにそこは悲しみと苦しみの世界だった。なぜか。えー、システィーナ礼拝堂についてはですね、えー、ウィキペディアはですね最盛期ルネサンスを代表する芸術作品の一つであると、まあ、この天井が素晴らしいものだということを歌っているわけですね。 そして全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであると、まあ、全体としてカトリック教会の世界だというわけですねそしてマイケランジェロ、ミケランジェロもねあのこ,こ,この中で大きな仕事をしてるわけです、えー、まあこのシスティーナ壁画のレハイドの壁画を描いたまあ重要な人物であったということですね画家であったということなんですしかしまあ はっきり言えば私たちは騙されていんじゃなかというのはですね、スシリーナあー礼拝堂はですね、まさに悲しみと苦しみの世界だからです。まあ、そういうふうに判断す,、えー、するかどうかは、まあ、皆さんにお任せしますが、まあ、と,ともかくも事実を見ていただきたいと思うんですけども、絵を選択しないで、えー、拾えるものを全部拾ってみました。これがあの上に右上にの紙ですね。 あのアダムに手を差し伸べるでです衣服は同じですはところが子供がですねみんなこのなんて言いますか妙にこう不気味な目を,目をし大人っぽい顔をしてるんですねいわゆる子供らしさが全くないということですそしてこの髪は背中にですね死体を背負ってるんですねそして周りにいる人間たちは男とも女とも首つかないんです顔だけ見てると女性なんですねところがついてるものがちゃんとついてるわけですでこれは男なのか女なのかということなんですね まあそういうい非常に分かりにくいです。これはまあ今、丸つけたのは明らかに女性らしいですね。右,左の,右の方も女性らしいです。ところが、右の方はこれあの顔は男性なんですね。ところが、どうなんでしょうかね。左の方は筋肉ムキムキですね。でこの人はですね一見女性に見えるんです。まあ、誰が見ても女性でしょ。でこの子供ももどうもおかしい。ところが、この人は男性なんですね。胸がないんです。 というような感じなんですね。子供も大人っぽいし、女は男みたいだし、男も女みたいで区別がつかないというのが、このシスティな礼拝堂のミケランジュの解体への特徴なんです。この人を見てください。そしてこの人を見てください。で、この暗い雰囲気ね。みんながこう恐れて疑い、疑い、疑って、疑い合っているという感じ。この女性の目、不気味ですね。が、この女性はもっと不気味です。向かって左側の目を見て,目を見てください。達成線1本でしょ。 ぞっとしますね、こういう目を見ると。どういうわけだかゾっとしますね。はい。で、ここの,この絵もまた不気味なんです。ここを見てください。ここを見てください。そしてここを見てください。ということで、まあ、丸印をつけました。まあ、天井の,下,あの下の方からだと何が書いてるか分からないと思うんですね、詳しくは。これ、生首なんです。そして、ベッドの上には首のない死体が横たわっています。 そして左側にいるこのて言いますか人体、人間はですね手は出ていますが指が離れてくっついている感じで何でしょうね、耳がこっち向いていて、影で隠されていますが、足が途中で切れて何かの殻に入っているみたいです。一体何ですか、これは。そしてここの絵ですね、この女性も怯えています。怖がっていますね。この特徴はですね誰一人笑っていないということなんです。 誰一人ね、あの微笑んでいないということなんですね、このシスティーナ礼拝堂の壁画は。そしてこの目を見てください。まあ不気味ですね、多世線が入っているだけの、まあ瞳こういうふうに見れば見れなくもないんですけども。さあ、これですね、中央にいるのは誰かの死体だと思います。まあ、詳しい説明は私にわ分かりません。しかし、手を見てください。どうもおかしいんですね、これ絵の具が落ちたという感じにも取れますが、そしてこの女性なんです。この死体を 上からもう何て言いますか冷酷見してますか詐欺すんだような目で見てますね。も、まあ、のこの絵も手,手の付け方もおかしいですね。そして紙と手例外ではないんですね。このこれはあのアダムに手を差し伸べる紙と,と同じですね。服が同じですから、えー。そしてこの指なんです。最近細くなって長くて細いでしょ ものすごく長いんです、指が。そして、これは雲に隠れているように見えますけども、こんな長い指はありませんね。そして、この手,手がですね、どんなにひねっても、このポーズは取れないんですよ。皆さん、試しにやってみてください。手をガーッと180度ひねってるんですね、これ。親指が手前の方に来てますから、上、手前に来てますね。そして、この顔ですね。まあ、この絵もまあとにかく 子供の顔なんですけども、やはりこう、なんて言いますか、怯えてますね。どうしてみんなこのように怯えて、悲しみ、苦しみに満,満ち溢れているんでしょうか。そしてこの目も、やはりどこか、まあ、はっきり言えば不気味ですね。これは、なんとかっていうあの別の礼拝堂の絵ですけどもね、同じくメケランジェロが描いた絵ですけども、まあ、こういう不気味な絵を描けるという人はあの、そうはいませんね。私は正直言いまして、こういう不気味な絵は描けません。描いてるうちに気分が悪くなってしまいますからね。 あの精神的におかしくなっちゃうというか、あまり書きたくないです。で、この絵もまた不気味なんです。ここの見てください。羊が殺されています。ここに馬が死んでいます。この男、女で、意見と女性ですけど、男なんですよ。みんな男なんですよ。ついてるものがついてる。そしてこの絵が2つがですね、非常に暴力というか言論の自由を騙してる絵なんですね。 えー、ここにはこのもっと武器物があります。後で紹介します。えまあ、この羊がね、殺されて首を裂かれてますね。羊はもちろんカトリック教会のシンボルです。どうしてこの絵を描いたか。まあ死んでますね。で牛がそれをじろっと何やってんだって顔して見てますね。これは女性なんでしょうか。顔だけ見てください。がついているものはついてるんですね。 これも一見顔だけ見ていると女性なんですけども、もうこういうふうにチグハグなんですね。この。ってことはこれ人間描いたんじゃないと思うんです。今、まあ、台の上に乗って演説している人を誰かがやってきて、俺引き下ろそうとしてます。一つ引き下ろした後、今度は棒で撲殺しようとしているんですね。同じ人です。これはね、立て,立てた人と。そしてこの台の上には何か不気味なものを、まあ、焼いてるのか、切ってるのか分かりません。そしてこの男、男性です。背中には、まあ、なんか爬虫類か恐竜の背中のようなものがついています。 不気味ですね、まあ、先ほど言いましたようにあの天井高いですから下からは見えないと思いますよこの線まではこれは何ですか、まあ、実に不気味ですねこうした絵がねぞろぞろとあるというかこれはあの決してあの不気味な絵だけを選んだわけじゃないんですよ全部ですからそんなにもこの絵の中には悲しみや苦しみが満ち溢れていますどうしてでしょうかこの人は怯えてますね泣いています この人も怯えてますね。怖がってます。この人は泣き叫んでいますね。暗い穴の底から泣き叫んでいます。この人も怯えてね、逃げようとしてるんでしょうかそういうふうに私に見えます。どうしてこんなんでしょうか笑い声や方へみが全くない世界。それがシスティーナ礼拝堂の絵なんですね。はっきり言います。悲しみと苦しみの絵とあの絵画なんですね。 でどうしてこれがカトリックの教えをその代表しているか、まさにこの目なんか、寝てるのかもしれませんけれども、白目がだけは目立って、不気味ですね。映画、エクソシストに出てくる、まあてんですか、化け物のような絵で顔ですね。そして、この絵もそうなんです。これは一体、ここにいるのはみんなが男なのか女なのか、さっぱりわからないです。右下にいるのはこれ、菩薩のようだと森本さんおっしゃいましたけれども、これ女性なんでしょうか。でも、ついてるものはついてるんですね。 これも男なんでしょうか女なん,なんでしょうか、まあ、森本さんがおっしゃるには筋肉ムキムキでね、よくわかんないと。そういうふうにおっしゃってました。で先ほどのようにもう一回見てますと、こういう感じなんですね。これ女性なのか男なのか、さっぽわからなんですね。これ胸がちょっと出て乳首が出てますから、女性かなと思うんですけど、筋肉ムキムキで。しかし、同じような女性がもう別の方向、まあ、片,片方に変えたんですけども、ついているものはついているんですね。さあ、これもそうなんですね。 かなり年配の女性だと思うんです。胸が大きいですから。で、そこの向こうに子供も2人います。しかし、顔を見てください。恐ろしい形相の、まあ、まさに男性側ですね。まあ、こういう女性いなくはないんですけども。で、この子供はですね、片目を閉じてるって感じですけど、まあ、これはちょっとは,あのはっきり分かりませんが、両方分かりません。この女性も何かに怯えています。どうしてみんなこんなに怯えてるんでしょうか。この女性ですね。その向こうに黒い影に隠れてよく見えませんが、大きくしてみると分かります。 おそらくミケランジェロもここまでは見れるようになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。縦線1本だけの気味の悪い、まあ、これも本当に不気味ないですよ、皆さん。まあ、これから先あんまり見られない方がいいんじゃないかと思うぐらい不気味ですね。まあ、順に見ていきましょう。この人はです、ね、明らかに足が折られていますね。そして骨が2本で、尺骨でしょうか。そ,かそしてその中から骨髄液が血が漏れ出ていますね。足が折られて。 向き出しにになっててておられてそのの向こうには人の男が見下ろししますねしかし首がありませんがしかしこれは隠し絵なんですよこれは普通に見るとこういうふうに見えるんですねところがもう一枚顔が隠れているもう一つここに目があって鼻があって口があるんですまさに悪魔の顔なんですねこれは悪魔というか、まあ、人間じゃないですねこれはへでこのやあ羊を見てくださいあのカトリックのシンボル 下から見えないということをいいことにして、この、まあ、なんて言いますか、この不気味な顔、これはもういい、羊というよりも、レプタリアンの顔ですね。この絵がまたの皆さん、本当に気持ち悪いです。ゾッとしますよ。まあ、本当にゾッとします。あの、加工してみてください。いいですかこの背中です。ケロイド状に何か吹き出てますね。一見、鼻のように見えますけども、ケロイドがね、皮膚から吹き出てます。これ見たときに私、ゾーッとしましたですね。 耐えられませんさあ、この絵も例外じゃないです。世界で最も有名な絵と言ってもいいでしょう。この神右の神の方ですね。エルシャダイでしょうかあの。万能の神っていうふうにしかキリスト教では言いませんけども、この万能の神を囲っている、アダムに手を差し伸べている人の周りはね、みんな子供たちが怯え、左の人は死んでますね。そうした人がこ,うこの紙を取り囲んで、子供たちはみんな怯え、悲しげで、ね、きつい顔してますね。 穏やかさが全くないです。何も悲しそうです。で上の子供には首が,首がないんですね。この頭だけなんです。よく見てください。頭だけがぽっこりとあるんですね。そしてこの冷え切った夫婦関係を示すようなあ絵ですね。男と女が。まあ、この絵を見て、まあ、まあいいです、それはあの。はい。この男。これは男じゃないです。女性ですね。顔だけ見ると男かなと思うんですけどもね。胸があるんですね。ちゃんと。はい。 まあこういう女性もいなくはないんで、私は、なんていうかぶってるようななんかね、あのシスターのかぶる布のような感じです。子供後ろに子供も怯えてますね。怖いよーって言って。さあ、ここにもいますね。この子供の顔を見てください。この顔,顔を見てください。この子供には角が生えてるんですよ。角をうまく髪の毛でごまかしてますね。額の上からぼっと出てますね。はい。まさに、あの、 悪魔のののイメージをそそのままの角ですねそして左の子供の目開いてるのか解っていてるのか分かりませんけども向かって左側の目は縦線1本です右の目は白目ですしかしその代わりに下に黒い髪の毛のようなものがありますね 子供横目で見る。一体ミジャ、ミケランジョロはこうした絵を通して何を訴えたかったんでしょうか。場所はカトリック教会の礼拝堂ですよ。そして、現在に言われているように、まあ、大壁画なんですね。まあ、ご覧のように、下からは上に細かいところまでは見えないんですね。しかし、この世界には静寂と笑い声のない、そして微笑みのない静寂、恐怖と悲しみだけが満ち溢れているわけです。 さあ、そのヒントは森本さんが教えてくださいました。この一枚の絵で私は謎を解くことができました。この絵を見てください。遠くに山が見えますでしょう。これはまさにフィ,リャンフィリギャ帽子ですね。当時の人がフィリギャ帽子を知らなかったはずはないんです。フィリギャというのは中部トルコの古名です。古い名前です。なあち、ミトラ教はここで生まれて、えー、ミトラ神たち、日本の弥ク菩薩もみんなこの帽子をかぶってるんですよ。 えー、そういう帽子なんですね。これはあのー、キャリーだったかな。キャリー礼拝堂の絵ですけども、ここに横にデンと立っているのは、このフェリギャー帽をかぶった男性なんですね。非常に知る深い顔をして、それを静かに冷静に見ています。さあ、ここにも松明が出てきました。これも森本さんがしょうあの紹介しました。風の方向が逆なんですね。子供の頭と火の方向を見てください。松明は言うまでもなくゾラスター教のシンボルです。そして風が左右に吹いてますね。実に奇妙な絵です。 さあ、もう一度、この帽子を見てください。ミトラ,ミトラですね。の帽子と即でしょ。ということは、この帽子は、ミケランジェロンは知らないはずがないんですね。当時の状況下でして。ミトラ教の帽子なんです。キリスト教の、まあ、まあ、キリスト教に言わせた天敵ですね。これはミトラ教のミトラ,ミトラですね。ギリシャ彫刻です。これは4体、5体見つけましたね。同じの。ほんのわずかだけ時間差を置いて作ってるんですね。そして、この羊、非常に奇妙ですね。 なぜこんな絵を描いたかということなんですけども、ここに牛がいます。牛はミトラ教のシンボルで、やっぱり同じように横の方からじろっと見て、なんていうかあの、冷静に判断している。そして下にいるのは、右にいるのは羊ですね、殺されています、首を裂かれていますミケジャ。ミケランジェロはひょっとしたらアンチクライストじゃなかったんでしょうか、すなわちエイリアンに助けられたいましたという可能性が非常に高いですね。例えばここに見せる彫刻はですね、前にも証明しましたが、3D フォートグラフテクノロジーによって作られたものです。 あのー、布のね精査すればわかりますよダビでもこれもあのー ギリシャ彫刻のあ,あちこちの部分を集めて作られたというふうに私は判断しました。そしてこれがあゼウス像ですね。そして右に出てくるのがこれがダビデ像。ごめんなさい、モーゼです。同じですね。モーゼ。この右のは、ね、あのミケランジョロの彫ったモーゼです。全く同じなんですね。まさに 3D フォートグラフで,で作られたということですね。そしてそれから、まあ、これルシファーの話をしたときに使ったよ使ったんですけども、キリスト教はミトラ教をコピーして作られ,あの生まれたんですね。 そしてその、その、またコピーですよあの。それはミトラ教を皆さん調べてくだされば分かりますし、私のホームページでも、やらかったビデオでも紹介いたしました。そして、こう、流れを見ていきますと、あまあ、フリメーソンとの間には長い時間がありますけども、その、もともとのギリシャ神話というのは、あのミトラ教の世界を描いたものなんですね。名前は全部書いてますけど、そしてミトラ教の向こうにはゾラスター教があるわけです。この流れの中から、実はあのミケランジェロが左側のラインを通って生まれてくるわけですね。 当然キリ,ストキリスト教とは、まあ、何て言いますか、あれない関係でいますキリスト教。キリスト教の方がローマ国境になってからは徹底的にミトラ教とラスター教を弾圧しあの消してしまいますからね。ということが、で、まあ、ミケランジョの謎について迫っていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!